はい、どうもー、皆さんお待たせしました、すみません、よいしょ、リアクションしてしまいました。はい、はい、5月24、はい、カタッペア、はい、26回目、はい、はい、本日も始めさせていただきたいと思います。宇都宮ハードロックアースブッキングマネージャー中村です、よろしくお願いします。はい、はい、すげえ見えてる、最近ヒゲをちょっと脱色した大人ファミリーです、よろしくお願いします。誰も気づいてもらえない、気づいてもらえない。はい、あ、大川澄也です、最近もみあげ伸ばした。毛かぶせ、毛かぶせ。はい、よろしくお願いします。ここで喋ればいい。そうですよ、はい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 、ということで、はい、入りました、もう3名の、あ、早いな、はい、スリービッチさん、ありがとうございます、ありがとうございます、坂下さん、ありがとうございます、ズベさん、ありがとうございます、こんばんは、こんばんは、始まりました、始まっちゃいました。はい、あ、お、花色の青木さん、青木さん、どうも、ありがとうございます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 。いや、昨日はね、奈良さん、うん、はい、2人で、はい、宮ラジに出させていただいて喋、ね、りましたね。なんだかまさに出張片っ部屋でした ね、うん、楽しかった。ボリュームたっぷりだったじゃん。ボリュームたっぷりでした、うん、4曲やったっけ。そう、4曲出してもらって、ね、ありがたいです、ね、カポ忘れやがってさ。そうでしたか。カポ忘れちゃって本当になんかいつも使えないヤコギ持ってきたんだよね。そうなんです、ちょっとカッコつけて作曲用のやつ、作曲用のやつ、そうそう、ヤマハのやつ、そうもうバラしますよ、バラしましょうカポがねえもんで、カポがねえもんでノーカポでできる曲4曲っていう。あ、そうだったんですね。そう悔しかったな、なんだカポ歩き続けろのカポやってんだっけ。歩き続けろ、あれシリ流してもらったんで。あ、そっか、そう、大丈夫だったんですよ、ね、やってもしょうがないよ、ね、そう大丈夫だったんですよ。そっかそっか、助かった、本当助かった。あれであっちな、よくカポとかチューナーとかピックとか忘れます、うん、僕も。あれ、あ、何なんだろうね、なんでお前らさ、はい、おかしいよな、アコギで忘れちゃいけないやつじゃん、それ。そうです、そうなんです。なんで忘れんのよ。なんかちっちゃいから分かんなくなっちゃうんそんなわけねえだろうよすごい大事な登場人物でしょうよ。そうなんですよ、全く本当犬、キジ、猿みたいな感じですからね桃太郎。そう、桃太郎みたいな。あんま三種の神器じゃないけどね。そう、忘れちゃったんだから。分かりにくいわよ全然分かんなかったですね分かんないでしょ。分かんない、分かんない。これ昨日も飛び出してんだよ、あ、そう、は、あの放送で。そうですね、もう稲葉さんのさ、顔がさ、はい、え、何言ってんのみたいな顔になってるのをさ隣で横目に見てるわけ、はい、もう面白くてさそうなんですね。そう、普段もう俺、25回もやってるもんで、だいたい奈美さんの言いたいこととか、うん、慣れてきてんだよ、でなんかそのイメージも伝わるわけ、そう、でも、あ、そうだよねと思って初見の人こうなるよねと思ってさすいません、だって渡辺ファミリーの説明からハテナマック出てたもん。そう、おかしいよな。渡辺ファミリーと、はい、じゃあ家族がメンバーなんですかって言った時に、メンバーですって言ったんだよ聞いてたでしょ。聞いてましたよ。いや、その説明しちゃったらそうか、稲葉さん分かんなくなっちゃうよねそうと思ってさ。そうですね、まあ、うん、そうか、順序を追うのを忘れてたんですね。そうそう、まあ、極論は、はい、そうそう、あるよ、そうです、鍋さんもメンバーだと思って、そうです、ね、ね、後ろにもう家族がいるっていうのを前提にステージで放つわけじゃない、はい、間違いないです。そこまで言わないとそうです、ね、いきなりメンバーですって言ったら、そうか、え、じゃあ他の家族は、ね、ご家族さんは何の楽器やってるんですかっていう設定になっちゃうか、なっちゃうでしょ。そうですね、そうなんだよな。いきなり大阪行っちゃった、新幹線で。そうだそうだ、東京で乗ってさ、はい、品川も横浜すっ飛ばして、はい、いきなり大阪行っちゃったみたいな感じだから。そうか、そういうことになっちゃう。そう私も思いました。あれも思ったでしょ。いや俺、あの、そう、順序を順序を追って喋ろうとすると、あの、俺ののって多分言葉一個一個しか出る幅しかないんですよ。そこを三つぐらいの言葉がこう一緒にこう出てくるって出てこようとするんで、ね、なんでそう一応分かりやすいとこを先にこう行かせてやったらそういうことになっちゃったんですよ。順番追って話せばいいだけじゃん。そうなると一品に行ってほらこうなっちゃうんですよ一気に出てくるもうね、そう、なべさんを一人喋りさせると、うん、こんなに面白いんだって思ったら、いや、怖かったもんな、本当に。まあでも分かんなきゃどうなんだろうっていうのもありますよね。説明ベタって言えばいいの？
ナベさん、そのできない説明が本当下手なんだよ。あの頑張んないと。いきなりすぎんだよだから。そうなんですよ、ね。あ、結果はそこでいいの。そうですね。わかるよ。ナベさんの中で結果はそこなのよ。うん、そうなんですよね。でもいきなりそこ言っちゃうと。そうか。そう。そうですね。っていう思いやり。そうですね。ありがとうございます。そうですね。そうですね、いきなり何昨日のダメ出しですか。ありがとうございます、ありがとうございます。そうですよね、そうだ、いただきますの前にごちそうさまいっちゃったみたいな感じですね。そんな感じだ。面白かったですよ。ああ、よかった、ありがとう、うん、ありがとうございます。嬉しいな、スミヨに言われると嬉しい。あ、嬉しい。そうすか。最近トメにお気に入りだからね、俺たち。スミヨがね、ありがとうございます。本当に床の間に起きてるもんな。お飾りかい。スミヨいてほしいもんな。お飾りかい。最近すごい良くしていただいて、いやいや、特にいやなんかみんなの住みようになってほしいなと思うんだよ、うんうん、ああ独特じゃんやっぱ。いやいないっす。そう、高校、高校じゃねえや、うん、大学の時から見てるけど、うん、やっぱりねセンスというんですか、うん、ありますね。それがね独特なんですよ、はいはいはい、で、うん、やっぱ大人になったね、すみちゃんもね。ああそうですか。大人、あの働き出してですね、お無理にその自分の好きなものだったり、はい、そういうものを主張しなくなってきたんですよ。お、なるほどなるほど。人は人、自分は自分ですみたいな。ああ、うん、そのケラあるよね最近ね。ありますね。素晴らしい。そう、寛容になったのかもしれないです。あるよねきっと。いろんなことにこうやっぱこうなっていて、うん、だからこうじゃないと良くないだろうとか、うん、いやこれは嫌いだとか、うん、よく言ってたんですけど、ね、あった、うん、ちょっとやっぱとんがってたんですよ。はい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 、はい、天狗党やってる頃、うん、天狗だった。こだわりがあって、うん、その通りにやりたいんですみたいな、うんうん、まあまあでも、そうですね、必要ですね、そういう部分でも、これ難しいとこなの、はい、おっさんの、うん、もう先見えてんだけど、うん、それ言っちゃうと逆に良くないじゃん。そうですね、うん、ね、うん、こうなるよ、うん、はいはい、だからやめとけっていうのが簡単なんで、はい、ええ、そっかそっかと、うん、一回受け止めて上で、うん、スミオと喋ってた気がする、なんか、うん、あ、そうです、ね、当時な、はいはいはい、スミオこういう風になんないかいみたいな。そうですね、答えを言っちゃうと。そうでしたね、あった、答え言っちゃうとダメですからね、そうなんですよ、難しいところですね、うん、でも素晴らしいですね、でもね、うん、バンドも良かったんだけど、うん、やっぱソロのね、スミオのやっぱり、うん、あ、オーラって言えばいいの、うん、はい、ありますね、質感というか、ね、質感、うん、やっぱよく出てるよね。あ、本当に、あ、そういうのは一人の方が出しやすいのかもしれないですね、うん、とすると、なんかそれで、あ、まあ、ずっと言ってきたんだけど、うん、それで住みの良さに惚れて一緒にやってくれるバンドとかの方がいいんじゃないのって、うんうん、鍋さんもそうじゃん。そうですね、俺もその感じでやってますね、うん、やりたいグルーヴでしかできないじゃん、はいはい、ベーシストとかドラマー流すだからね、鍋さんは、うん、すいません、オンテンポでとかじゃないからさ。、うん、まあ、そこはリズム隊が合わせていくヒヤヒヤの面白いとこだと思うんですけど、やってて、うん、そう、でもそのぐらいでいいんじゃないかなって、うんうん、そうです ね、ソロっつーか、うん、スミオ鍋さんもそのぐらいのキャラクターというかさ、ええ、パンチ力があるじゃん。ね、そうですね、前のマントロも良かったもんね。そうだね、楽しかったですね。 俺が勝ちだけど。なんだなんだ、おい、バチバチか、僕は勝ってた。まあ、ナベさん前回な、出演順ちょっと早くて若干力んじゃったからな。すいません、俺意地悪したから。意地悪だったな。普段後半に入れるくせに、うん、大森くんもナベさんも割と前半に出して、そうですね、そう、もうなんか桜井くんとかスミオとかドンコに負荷かけたろうと思ってさ、はい。逆に俺に負荷かかっちゃったみたいな。なんかね、ああ、なんか久しぶりに早い出順になったらどうやればいいんだろうみたいな、そうそう、ね、あったよね。ありました。どうしようと思って。そうだから、うんうんうん、なんかまあね、ご存知渡辺ファミリーですけど、ね、そのなんていうパフォーマンス能力みたいのもみんな分かってるけど、やっぱりそういうのを入れ替えてやると、うん、どんな人でもやっぱ思ったようにはいかない。そうですね。それが音楽の面白さでもある。うん、面白い。この間のマントラは思いました。面白い。でもまあまあ逆言っちゃえばまた一つその時の気の持ちをモチベーションが分かったというか、そうだ、ね、なんで次はもっとできるっていうのになるんで。もう、うん、昨日もラジオで話したけどさ、ええ、鍋さんに油かかせねえぞって思ってるわけ俺。ええ、もうスミちゃんとか桜井くんとかにボカスカ殴ってほしいわけ、ナベ、うん、さんを。おーっていつでも俺ら引きずり下ろすぞみたいなさ、もうそうであってほしいよね。そうそう、その方が面白いと思うわ。あー、なんかかっこいい絵面になってるよ。あ、本当だ、斜めから行ってる。マジか。うわ、なんか
よかった、のぞみ百景みたいになってた今かっこいいですなんか菊池が見つけたんだな、うん、見つけたっすね、ちょっといいなっていう絵を、それかなあれだね、うん、あれだ、うん、これだこれだ、はい、いやいい、あ、はい、このサイズであの、あーすごい思ってないでしょ、いや思ってる、そう思ってる、そう思ってる、だって俺らが子供の頃なんかこんなんでしたもん、まあそうだね、みんなんちこんなんガチャンってやつでしょ、そうそう、知ってる、知らないです、8ミリっつうか、うでもこんなんでしたよね、こんなんだよ、もうあのビデオって運動会だってなると誰かんちからこんなアタッシュケースに入ったビデオ借りてくるんです、カチャって開けて、おおすげえってやつで、こんな、もうほんとテレビ局みたいな、そう、うちの会社で作ってるやつよ、あ、お前そういう会社なの、池上通信、あ、そうなんだ、言っちゃっていいんだ、いいね、お前好き、やっぱりね、いいですね、好きだな、滝田産業、滝田産業おい、ハードロックハウス知っとるわい、喋っちゃまずいかな、大丈夫だろ、大丈夫ですよ、だって大川澄夫って本名じゃないし、そうだね、え、そうなの、違うの、違うんだよ、なんつうの、澄夫、あ、聞かないよ、聞いたらダメだ、内緒内緒、それはオフレコの時に、終わった後の反省会の時に、後で教えて、澄夫、でも俺は澄夫って呼び続けるよ、あ、それでお願いします、いいじゃね、うん、なんかね、そう、うん、愛すべきキャラだなと、澄夫ちゃんは、うんうん、ほんとそう思うなんか、うんうんうん、ですね、あ、でも嬉しい、それを言ってくれたのはすごく嬉しい、あ、ですか、どういうこと、うん、なんか本名じゃないですっていうところを、あ、うん、なんか一つ、まあ、あんだよ、やっぱり澄夫のね、うん、人前に出るための準備があって、うんうん、それの一個なんだと思うんで、うんうん、そうですね、俺もそうですね、渡辺ファミリーなんて、名前がもう一個あると、うん、なんかその自分の中に二つ人格を作ることができる、はいはい、まあ一緒にしちゃうとちょっとね、あの、余計な時もあるもんね、うん、分かるな、それは、うん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 、でも俺なるべく一回に行きたいわ、あ、俺は、まあ、あ、そうですか、うん、まあ、俺も最近そうなってきたかなそう、なんかそうさせられなってきてるな、誰に、中村さんと、俺、そう、なんか、なんかえ、お、おい、とかっていうタイプだったんですけどね、あ、そうなの、そう、なんかもうこれじゃないですか、もうあ、楽楽いや、でもみんなね、そう、うん、それだと思うんですよ、うん、そう、楽ですよ、あの、根本的にさ、うん、どんなにさできないじゃん、そう思います、カッコつけてもカッコつかないんだって、そう、そう思います、いずれかバレるしさ、うん、そう、うん、だったら素のところで、うん、なんていうの、認めてもらった方が、うん、それは後々楽でしょって、うん、そうなんですよね、それはもうそう、強い、うん、そう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 なんですよ、あるけど、やっぱ人前に出るから、うん、多少整えていった方がいいんじゃないかっていうのもあるんだけど、そこですね、そこ一つの気づきだったりしますよね、うん、それは、うん、なんていうの、出るまででいいんだと思うの、あ、出てからは、うんうんうん、さ、そうそう、なんていうの、うん、地のところでさ、そうなんですよね、ゼロベースでやった方が、うんうん、なんか発見あるんじゃないかなみたいな、あ、なんかさ、嘘くさくないっつうかさ、それ意識することはすごい大切、あるよね、うん、人のことだとやたら分かるな、そう、自分だと分かる、そう、ある、昔そうだったもんね、悟ってる感出したい時期とかあったもんな、あった、あった、俺はみんなよりも分かってんだよ、はいはいはい、分かってるわけねっつうの、分かってたまるか、そんなもん、そうですね、なあ、うんうん、だって死ぬ間際じゃなきゃ分かんないですよ、結果だけ出ないでしょ、うん、そこでゲームセットで、うん、やっとそこから試合の、ね、うんうん、評価ができるわけだからさ、うんうん、それがやっぱ俺やっぱ20代後半にこうなった原因がそこにあって、やっぱそうずっと艶がってたんすよ、そのなんだ、はい、そういう、まあまあ、見せるというか、まあ、上辺だけ鍛えてって、はいはいはい、でふとした時に気づいたのが、その自分の弱い隠してる部分が何の成長もしてないことに気づいたんですよ、うん、そこを出した時に俺何もできないっていうことに気づく、ね、そうなんだよ、そうタイミングがすごいあってもうそれが怖くてしょうがないって怖いな、怖いよ、うん、いやでも怖くないですよね、そこを鍛えればいいだけだから、あのね、うん、それこればっかりは多分慣れ、うん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 、恥ずかしいって思うのを、うん、まだ俺も多分あんだよ、うんうん、なるほどなるほど、うん、恥ずかしいと思うんですか、恥ずかしい、だから見せるのが怖いもあるし、うん、恥ずかしいもあるし、なんか、うん、そう、それを理由つけてみんな見たくないでしょとか、うん、いうふうに広げるわけ、あ、そんなの見てくれる人じゃなきゃ分かんないのに、うん、勝手に、うん、なんていうのね、ネガティブに、そうですね、ま、かまけるというかさ、うん、そうそうそう、なんかいいです、みちゃんは、すみちゃんまんまだもんな、でもすみはそれでいい気がする、私は、うん、自然ですよ、常に、そうだね、うん、憧れるわ、自然なのに、自然だから、うん、まあ、これ以外にどうしようもないけれども、
まあ、見てもらえないこともありますよね。そうだな。その時はあこの人たち分かってないなって思う。はいはいはい、はい、それは今でももちろん。そうだな。距離感の問題だよね、きっとね。上からじゃダメだけど、うん、あまだ混じれないんだな、みたいな言い方としてはさ。いい言い方なんですよ。そうそうそう。あまだ目じれの位置にいるんだな、この人と、みたいなさ。うんうんうん、それでよくない？いや、いいと思います。だって、言ってしまえば、俺が好きなケーキと味が好きなケーキが違うってだけの話じゃないですか。そうだね、うん。ラーメンもそうじゃん。ラーメン、はいはい。どこのラーメン屋が美味しいって、なかなかシンクロしないじゃん。そうですね。うんうん、でも、ラーメン一緒だからよくねって。うんうん、そうで、うん、なんか汁に麺が入ったやつ好きなんでしょって。俺も好きそれみたいな。そうですね、うん、別に押し付けることでもそぐらいの価値観でいると、うん、なんかいいよね、うんうん、なんか、うん、ああ、それはなんか悟ったというかもう分かるっていうかなんだろうなうまく言えないけれども、まあ、うっすら理解しつつあるみたいな感じですかね。ただ私は、うん、まあたとえそのラーメンに好き嫌いがあっても、うん、うまいラーメンはみんなうまいって言うだろうと思うああなるほどなるほど ね、それも大切だね。そうだね、それはすごい分かる。こっちのラーメンは好き、うん、こっちのラーメンは誰が好きだって言ってる、うん、両方食ってうまいじゃんっていうことだってきっとあるはず。ある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 ね、あるそれは大いにあるよ。ある、うん、そう素敵。それだよね、やっぱラーメンの作ってる人のこだわりとこだわりを両方好きになるって素晴らしいな。多様化ですから、多様化この世の中、うんうん、だからそうですよね、合わせてちょうど真ん中を取るんじゃなく、そう言ってそうなれたらいいなって思います ね。それもあるよねっていうのが分かる。うん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 、ちょっと待って、開始30分しないうちに何かいい話になってきましたね。そうですね、そうですね。あらあら、この後大丈夫ですか？まだ1時間ぐらいなんですけど。でも、あ、ほら、はい、こんなあ書き込み読まないと俺たち熱しちゃうと良くない。そうですね。どこですか？あ、ピラーボックス武田さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。お疲れ様です。サガチ TV、 自分も結局結論先言っちゃうので気持ちわかります。あ、俺のあれですよ。そうですよ、ね、よかった。あ、なるほど。やっぱサガチもやっぱあれだ、言葉出そうとするとこうなっちゃうんだ、言葉たちがギュ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 なっちゃう。俺もってなっちゃう。俺もって先に整理しよう。そこは整理しよう。ちゃんと並ばせせなきゃダメなんでしょうけど、ね、はい、ザッキーさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。宮島さん、こんばんは。宮島さん、お疲れんちゃ、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、本当にありがとうございます。いやー、愛ですね。感じるよね、最近感じますね。感じる、うんうん、渡辺さんのファンの方ですよね。そうファミリー、ファミリーなんでしたっけ。あ、嬉しい。そう、宮島ファミリーさんですね、はい、宮島夫婦。そうだね、うん、宮島夫婦さん。え、俺、渡辺ファミリーのファミリーの部分に自分入ってるって思ってるんだけど、はいはい、おごかましいですか。入ってますよ。入ってるよね。スミちゃんも入ってるよね。入ってます。僕も勝手に思ってます。ありがとうございます。そう、まあ、リアルファミリーはもちろんファミリーだけど、うんうんうん、俺なんか鍋さんそうやって言ってくれてる気がするんだよね。あ、嬉しい。ありがとうございます。あんたらも俺らの一部だぜみたいな。まあ、お前も渡辺ファミリー、あ、渡辺ファミリーさんって言って、そうですって言っちゃいましたから。そうだね、はい。初見の人には。はいはい。そうですね。そこ大切ですね。なんなら稲葉さんも渡辺ファミリーでしょ。そうです。ファミリーでしょ。もう稲葉さんも優しく。すごいよね、その感覚。優しく聞いてくれる。すごいな。便利な名前ですね。そうだね。そうですね。すみません。やべ、ひーちゃんの切り口最高。いいな。申し訳ないです。いいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。お代表、さあ今夜はスミちゃんが大暴れしちゃうのかな。しちゃうのかな。どうですかね、スミちゃん。どうでしょうね。代表さんとはしばらく会ってないんですね。初めまして。じゃあこんばんは。こんばんは。代表ね、そうだね、うん、俺もしばらく会ってない。会ってないですね。うん、なんかね、うん、スタジオの場所変えたんですよ。え、そうなの。あ、やめとこ。やめますか。なんか悪口みたいになっちゃう。悪口じゃないよ。寂しいなっていう。特には違うところでやるのもまた一興です。ね。いろいろ都合もあるでしょうしね。そうですね。そうそう。うん、そこは。あ、急にトーンダウンしちゃったね。いいじゃん。さっきのラーメン屋さんの話と一緒ですよ。あ、そうだね。でもそうそうそう。そういうことですね。そうであってほしいなと。そうそう。ただしちゃいけないのが、そう、何かを肯定するために何かを嫌いになる必要はないという。ことは大切かなって。あ、確かにありますな、うんうんうん、なんかそうじゃなきゃいけないんじゃないか時期もない。ありましたね、ありました。あるよね。あ、こっち好きっていうためには、うん、もうこっちには興味がないって言わないと、そう、友達がいなくなる時期です、ね、それ今僕がそうかもしれません、はい、あ、マジで。あら、すみちゃん大丈夫。だからもうアメリカの音楽聴かないとか。ああ、もうイギリスと日本の音楽だけでいいって。
なってんの？今なってますね。今なってんだ。ええ、そっか。素晴らしい。素晴らしいですか。でもこっからどう変わるかだから。言ったら。でもそこが踏まえないと。俺もあったもん。うん、ありますか？あったあった。うん、ありましたね。もうアメリカのインディーズの音楽しか、あのいいと思えないみたいな時期あった。うん、ありますあります。なんて視野が狭かっただろうって思うけど本当に、もったいなさすぎると思って。嫁さんのパフィーの CD 窓から捨てた時ありました。パフィーに謝れ。すいませんでした。ごめん、俺もトミーフェブラリーの CD 買って5分で投げた。ごめんなさい。申し訳ない、すいません。本当にすいません。すいません。そう、そういう時期でもそれ必要なんですよ。必要なトミーフェブ。懐かしい。いたな。テレレレテテテそんな曲でしたっけ？なんかちょっとそう、うん、アブリル・ラビンテイストな、うん、はいはい、テンション上がっちゃって、はい、なんかそういうキャッキャしたの買いたくなって、はいはい、買って CD 入れて聴いた瞬間、はい、俺は何やってんだってなって、はい、あります買っちゃった車のものからピャーン俺ピャーンってしてます本当がやばい本当にもうそれをね、はい、あの心血注いで作った方がいらっしゃるのにそうなんですよね、なんちゅうことしたの本当に、本当に、本当にあってもいいじゃない社内にあってもいいじゃないいやー、うん、よくないよね、よくないですね、うん、あのそういう時期は必要、若気の至りとまとめてはいけないと思いますが、うんうんうん、でも階段ですからね、ありますよね、うんうん、そうだって自分の CD そうやってやれたらさ、はい、本当ですよ、ショックじゃん、キャッチしてやるだよね、ああキャッチしてやるそうなるじゃん、うん、そうなります、残念だなと思いますね、確かに、さかちが CD 投げるのやばいっすねいや投げるよ、若い時はやっぱり、なんかぶつけるとこが分かんないじゃん、うんうん、そうです ね、もやもやしてるとさ、うん、そうなんです、そのためにやっぱ表現つうかライブとかも俺は あると思うんだよね、うんうん、はい、本当ですね、出してるとやっぱりそのためにインプットしなきゃなんないじゃん、はい、うんうんうん、インプットばっかりだと、はい、やっぱキャパオーバーになってきた時にそうです、ね、パンパンになっちゃうんだよ、ね、オーバーフローしちゃいますから、そう、うん、だからやっぱ表現とか人の前でやるっていうのが、うん、すごいアウトプットって絶対にしなきゃいけなくて、うん、そう、特に知的探求心が強い人とかさ、スミ、うんうん、ちゃんとか絶対そうだと思うんだけど、そう、膨大な量になってきたって、その情報が、うん、それをキュッとひとまとめにして、うん、曲書いたりとか、うん、ギターのネイルとかにしたりとかしないと、うん、やっぱおかしくなっちゃうと思うんだよね、うん、そうですね、うんうん、だから、うん、そう思うな、みんな音楽やればいいのにと思うんだから、本当、本当にね、うん、思うよね、そうですね、なんでやんないんですかみたいな、思う、すごい、もう、なんなら言葉さえくれれば俺なんとかするよっていう、ね、思うし、うん、だって A、D、E でいいわけじゃん、うん、本当、本当に、うん、本当に、うん、ね、思う、で、4小節ずつ変えていくから、はい、みたいな、はい、はい、ね、うん、素晴らしいものだね、うん、ジャムってそうだと思うんだよね、ははは、うん、そうですね、うん、その、うんうんうん、ね、あ、どうぞ、なんかわかんないですいや、喋れるかなんか出そうでした、今なんか、喋るのかな、あ、ほんと、ひょっこりハンガー来ちゃった回っといた方がいいかなって、いや、俺はただジャムやりてえなって言おうとしたけど、そうそうそう、ジャムやりたいね、ジャムやりてえなおもろいもんね、面白い、あのカッチカチのジャムも好きなんだよね、俺カッチカチのブルースのさ、だから AD、 あー、なるほど、ディッ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 、ジュッジュジュッ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 、あ、いいですね、トゥイッテレネみたいなさ、トゥイッテレネっていうさ、あれ嫌いじゃないですよ、いいですね、めちゃくちゃ好きですよ、ねえ、うん、面白いよね、ほんと、いや、またやりますか、やりましょう、なんか、どうしよう、どうしようって、なんかいろんなこと考えてるんですけど、反省すると行動してないんですよね、やっぱ僕、まあまあ、でもそれでいいんだと思いますけどね、二の足を踏んでる感じ、やっていいんですよ、いや、まあそうでしょうけど、実際やっていいんです、うん、気をつけなければいけないというか、うん、配慮しなければいけないことがあるだけで、そうですね、そう、それさ、それをきちんと、うん、あの、なんて言えばいいのかな、うん、ルールでもないんですけど、うんうん、ね、うん、うまくやれば、うん、やっていいの、うん、でも、まあ、じゃあ、いつやるのやるのあ、明言しろと、ここで、住代さん、僕これ大好きなんです、そうだよね、ライブガツって決めるもんね、いきなり、そうか、どうしよっかな、じゃあすいませんね、なんか社長のライブの後がいいな、そうか、平日の夜がいいな、金曜の夜、ああベストじゃないですか、うん、うん、ベストやりましょう、じゃあ6月の最後の週、あ、また閉したよすぐ閉する、25日とかどう、俺は全然、うん、OK、もう3人でもいいからやろ、そうっすね、25日、うん、そう、空いてる？5月の？6月の6月か、うん、5月だったら明日か、
そうですね。急だよそれは。今週っつうのもさすがにさ、ちょっと急すぎるでしょ。うんうん、でバタバタでいろいろあんす。11もできます。6月ですか。うん、11と25にやっちゃう。やりますか、じゃあ2回ぐらい、うん、いいですね。有言実行でやっちゃう。やりましょう。いただきます。じゃあいいですか、その社長のライブの後がいいっていう、そのあれは良くなっちゃったんですか。うん。これは僕が仕切るから。あ、オッケーです、オッケーです。なんとでもなっちゃう。任せます、そこは任せます。はい、はい、やりましょう。集まった人たちだけでやりましょう。うん、いいじゃないですか。うん、あのツイッターでも言うけど、うんうん、僕やるから来てみたいな営業しないで、はい、でもやそれでやると、うん、残念なことが起こったりするんですよ。お前もそれでやって、オルピカのシュンしか来ないとか、ま、マントルの明かりでやりたくないですか。あ、なんか入りやすくないですか。いいね、みんななんか高ぶって入りやすそうじゃないですか。あ、いいね、なんかちょっと暗くしてね。うん、もうその、あ、いいな、その人の足折りも先に気持ちで来させちゃう感じにした方が。やりましょうか、ね、うん、なんかやりたい。あ、なんかザワザワしてるよ。お、ハードロックハウスジャムナイトとかやってほしい。やってたんですよ、さっき。そうなんですよ。あ、その前だ。拾ってきなさい。もう知らないよ、どこ行っちゃったの。もうキノコ生えてるよ、もう、ね、多分。で、もらった CD 何枚か取り置きにしてしまいました。あれね、あれ聞くの。あれどうなんすかね。聞くんすか、武田さん。よくあるけどね。ピカピカ光ってるのありますね。猫に水入れたペットボトルは、うん、あれは聞きませんよ。聞かないですね。聞かないです。 あんなものはやってる人いますよね。いる、本当に。猫だって普通に寄ってくもん、ペットボトルに。何の話してるんですか今。CD をさ、あの吊るして、ここを読んで、うん、見えないんですよね。それに対してコメントをするっていう作業です今。あ、そうですか。はいはい、やっぱ見てくださってる方も、うん、なんかコメント書くんですね。そうそう、書いてくれてる。読める、すみちゃん。読めない。あ、目悪くて読めないのか。おお、ちょっといい、ね、あの勉強のしすぎで視力落ちてる。そうか、こうちゃんもジャムやりたいです。順番読もう。あ、そうです ね、もうまたこうなっちゃう。ザッキーさんがほら、ハードロックハウスジャムナイトさん。あ、そうそうそう、やりましょうよ。そう、やりましょう、ザッキーさん。前 ありましたよね、何回か。あった、うん、あれほら、鍋やったりさ、バーベキューやったり。あ、そうだ、そう、レクリエーションつけてたの。そうだそうだそうだ。今はもういいよね、うん、ちょっと気運が高まってきたっていうふうに判断していいのかな、これ、うん、開いちゃっていいの、ジャムナイト。開いちゃいましょう、一回やってみますか。いいですか。ね、6月11日と6月25日の金曜日はい、なんなら配信やっちゃう、ジャムの。ゆうちゃん、面白すごいな。やっちゃう考えときますだって。お、技術陣が。あ、うん、考えときます。坂地がいいなだって来たらいいじゃない。そうですね、うん、面白い、面白い。やろう、よし、やろう、よし、うん、決定よし。イエーイ、話が早い早いいいわ、うん、こういうのがいいよね。そうですね、うんうんうん、よしよし、はあ、うんとうんと、素朴な疑問を今ここで言いたい。どうした。なんか見てる方で僕のこと知ってる人ってどれくらいいるのかな。え、結構いるでしょ、うん、みんな知ってるんじゃないですか。え、すみおちゃん、え、またいけちゃんだまま、いけちゃんだまま来たよ、ありがとうございます。いらっしゃい、いらっしゃいます。これはあのことじゃないですか、占い。いけちゃん、あ、占いのいけちゃん、あ、占いのいけちゃんですか、じゃないですか。アカウント名までちょっとわからんす。違う人だったら失礼かな。そっかそっかそっか。あ、ごめんね、脱線しちゃって。すみちゃん、いいですよ。スミちゃんのこと知ってる人がどのぐらいのか。スイッチ欲しいな。スイッチ欲しいな。さよなら、書き込みタイムです。スイッチ、そう。スミオのことを知ってる人。今21人、まあ、スタッフ入れて多分17、8人多分見てると思います。はい。スミちゃんのこと知ってる人は、はい、丸。丸。知らない人は×。×。どうぞ。どうぞ。面白いこれ。知らないです。悪い人だな、代表の悪い。悪い。知らないです。悪いな。すごいな。大事は知ってるでしょ。チップルさん、こんにちは。あ、チップルさん、お疲れ様です。あら、なんか今日はいつもと違う人たちが見に来てくれてますね。いいですね、チップルさん、こんばんは。嬉しいですね、知ってますよ、うん、占いのイケちゃんです。スミューちゃんを見に来ました。あら、よかったね。ありがとうございます。イケちゃんだ。もうこの方会ったことないんですよ、占いの、うん、イケちゃん。よく知らないんです。いや、好きだよ、きっと。ありがとうございます。会うよ。サブカル大好きだ。そうですか。スプラトゥーンをすげえやってるっていうんです。あのゲームね。そう、あのツイッターで拝見してます。そうそうそう、俺が中港に行って、はい、その日にゲリラで刺身とかを作りに行くっていう友達、はい、個人的な友達でもあります。素晴らしいじゃないですか。おお、丸、丸、ほら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 、丸、知ってるでしょ、それ。嬉しいな。あ、うん、
でもバツな人バツな、まあ、それは書きにくいよね。ハクツルって、うわー清やっちゃった丸うわー丸のあれだ。鍋さんと同じ匂いするな。清気をつけて、清気をつけて危ないよ。あ、武田さん、そうだね、武田さんは、あれ、ズメさんも知らない。ズメさん知らない。あれ、ズメさん知らない。シミちゃん、そっか、ズメさん、うん、橋ズメさん、いや知らない。そっか、はじめまして。はじめまして、武田さん、爪さん、スミオです。スミオです。いや、一回見たらハマるんすよ。うん、ハマりますね。これは。ああ、もうハマってます。唯一無二だから。唯一無二、本当に。本当にね。天才なんです。しょうがないんです。これ。これよ。俺の方が天才。めんどくさ。お前らめんどくさ。でもこれが楽しいよね。はい、本当ですね。スリービズさん、丸。丸。ジョイさん、こんばんは。丸。ああ、嬉しいですね。なんかその最近そのマントルアンファンっていうので、うん、話すようになった人もいるんですよ。はいはいはい、はい、うん、すごいいいイベントだよな、あれは。スリービートのあのお父さんとかは、うん、天狗党が最後に対バンしたんだっけ。やった時に対バンしたんですね。天狗党がワリワリやってた時と、うんうん、スリービートさんがうちに来てくだって、うん、来てくれるようになった時期がね、確か被るんだよ。入れ違いなんですよ、ね。俺もそうか、君を初めて見たの天狗党でしたもん、うん、やっぱり、うん、タコナイトフォーエバーね。はいはい、タコナイトフォーエバー好き。最近のなんかこうしみじみ振り返ってみると、うん、天狗党っていうバンドは、うん、あんなかっこいいバンドはもうない、他に。おお、いいね。今もう見ないもん、そういうバンド。そういう、まあそうだね、天狗党みたいなバンドいないね、うん、メンバー嬉しいだろうな、そんなの聞いたら。まだまだ な部分はあったけれどもね、うん、確かに、うんうん、でも面白かったよ。でもかっこよさって違いますもんね、うん、ちょっと違うね、うん、上手か下手か、うん、楽器がいいか悪いかじゃない、じゃないですからね、うんうん、だからあのバンドをやってて結構勉強になったなと思うんですよ、音楽っていうものに対してね、うん、だから笑い話いっぱい出るよありますね、うん、なんかファズ伝えてさファズっていうエフェクターがあるんだけど、はいはい、な本当にいいのか、スミオこれでっつって、はい、俺も言うも、はい、いいんですって言うから、はい、じゃあそれでやれっつって、はいはい、なんかもうすごい音だったよねなんと言えないあとずっとこうノイズがすごい時もそうあったあった。いやでもそういうのを経てだよ、うん、やってみないと分かんない。そう、やってみないと分かんない。そうですね、これがね、素晴らしい。スビオのね、俺好きなとこで、素晴らしい。やんないと分かんないんですっていう。うん、素晴らしいですね。いっぱい。そうなんですよ。まあ、8割、9割ぐらい、スビオのこと知ってるんじゃないですか。嬉しいな。九州が一滑りしてくれた。一滑りしたね。キヨスが一滑りしたね。いいですね。やっちゃったね、これ。やっちゃった。珍しいのキヨシスが。そっか。僕のこと知ってるんだ、みんな。嬉しいな。知ってるでしょ。だって、それはさ、うちによく来てくれる方が、まずは、ね、まあ、サポートして見てくれてるわけで、ああそうそう、うん、そりゃ今までやってきた甲斐がありましたね、うん、まだまだよ、まあ、お前だってさ、うん、うちに出入りして6、7年経つでしょ、もう、まあ、確かに、ね、18区から来てんだから、俺より長いもんな。そっか、あー、そうですよね、ちょうど6年かもしれない、ね、歌会出身ですから、歌会、あ、歌いの、音楽サークル、はいはいはい、うん、聞きましたね、うん、だ僕歌会にいるときは歌会なんでこんなところにいるんだろうって思いながらいたけど、うん、でも後輩とかで歌会入ったんですよって聞くとなんかちょっと嬉しいね、うん、変なの、そうだね変なの、可愛かったね、本当だよね、うん、変なの思いますね、まあ、そういうもんなんだって、急にリボンみたいになっちゃった、うん、そうですか。青木さん、ごめん、バツ、今度鍋ちゃんに教えてもらいます。はい、連れて行きます。行こう、花色連れて行きます、ね、どなたですか。西方で居酒屋ですね、なのかな、うんうん、あ、俺も行ったことない、花色さん、本当行きましょうよ、そうそう、いい飲み行こうぜ、いいお店、ぜひ行きたい、そうだよね、そっから配信もやろうなんて言ってたじゃん、そうだそうだ、え、いつ行くの花色さん、いつ大丈夫なんですか。ですね、なんならその日合わせて行っちゃう、来週とか、うんうんうん、夏、あ、来週ダメだ、うん、菊池くんが休みになってます。俺もライブですね、来週。あら、じゃあ来週は月曜日じゃないね。月曜日、あ、そっか、そっか、ああ、月曜日だったら全然、あ、でも菊池くんが赤くなって、あ、そっかそっか、この日は飲みてえからね、休みの前金曜ですか。金曜とか特別編、特別編11日11日ジャムだよ、だって。そっか、花色で集まる、いやリスク高いな。え、じゃあそこでジャムやればいいそうって思ったの俺も、うん、
でもリスク高いな、そこに集まるかなっていう。そうかそうか。宮島さん、名前だけは知ってますだって。ああ、そうですか。そうですよね。そうですよ。あ、そっか、なべさん対バンしててっていうのもあるのかな。うん。いいんですよ、宮島さん。すみおちゃん、ぜひフォローアップしてもらえたら。本当に嬉しいっすね。素晴らしい。押してます、俺は。いないですね。あまりなんかブッキングマネージャーがそういうこと言うと、ひいきになっちゃってよくねえのかなと思うんだけど。いや、でも、うん。いや、でもそんなことない。お前はそうだろうよ。お前はそうだろうよ。一応ほら、俺、ハードロックハウスの看板背負ってるじゃない。ですね、だから、あんまりエコひいきあるとさ。あだこれはちょっとハードロックハウスの看板を下ろさせてもらって一回、はい、下ろしで、まあ、個人的に中村陽介として好きですよ、はい、ありがとうございます、うん、面白い。いないですね。いないね。いない、いない、うん、懐かしさもあるのにいないんだよな。何なんだろうね、住谷の魅力ってね。一回見ると惚れるよね。そうなんです。なんだこれってなるもんね。そう、本当に。今日ベタ褒めですね。ベタ褒めだね。あ、良くないかな。やめよっか。そうですね。やめよっか、うん、やめますか。やめるんだ。いやでも別に褒めてる感じで言ってはないですからね。あ、そうですか。まあみんなに見てほしいっていう感じかな、うんうん、で皆さんにお任せする。僕はすごく好きです、うんうん、俺も好きです、うん、ありがとうございます。だからいろんな人に見てほしいから、うんうんうん、判断してほしい、うん、でそれをね、うん、それをなんていうの、批判というか、ええ、評価というかさ、ええ、そういうのをいただければ、うん、住谷も今後に生きるだろう。そうですね。ね、やっぱ客観的に見てもらって意見をもらうってすごく大事なことじゃん。そうですね。ね、うんうん、そうっすね。俺らは大好きだけど、うんうん、ね、俺らは大好きな味のラーメンだけど、はい、他の人がこの味のラーメンを好きかどうかは分からない。そうですね。そこよ、うん。そういう方もいるでしょう。ね、いるよね、うん。一番好きなのつけ麺だからさって人もいるわけじゃない。ね、あったかい普通のラーメンはそんなにっていう人もいるわけだから、ね。それは尊重します。本当にそうですか。そこに対して迷いもないところも好きな人。そうだね、好きな人。迷いはございません、これが俺の味ですっていう出し方はしてくるよね。そう、うん、そうそうそう、そこが多分好きなんだと思う。そうなんですよね。あ、そうですか、うん、きっとアーティストとしてやっぱり堂々とやるっていうのは何よりも大事なところだから、うんうん、だって自信あるもん、うん、わあ、うん、いいよ、うん、いいな。それこう折るためにさ、俺たちはあの手この手でさ、イベント組むわけじゃん。俺は、うん、てめえ住を今に見てろって言ったらさ、いや時々やられましたよ。だからそうじゃん、この間の住の前に鍋さんを言ったのは、そうかそうか、そう、そうだ、モチベーション上げさせるみたいな、うん、なんか上からで嫌だけど、いやいやいや、そういう意図はあった、うんうん、よし住より負荷かけてやるみたいなさ。全然負荷にはなりません。まだまだだったけどね。あれ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 、スミはまだまだ、やり合っちゃっていいんじゃないの。スミはまだまだだったな。ひろひろ冷えがった。あれ、ね、松並の森下と、うん、インカラのキューピーも、はい、こんなこと言えなかったんだよね。あれ好きなんだよね、俺見てて。おめえまだまだだよと。森下もこの間こうだったじゃないですか、はい、あーみたいな。言ってみろお前みたいな。あれ好き、はい、そう、それはそれができるから好きよ、ね、あ、食いついてくる、ね、食いついてくる。まあ確かにこういうのは今までなかったかもしれない。確かにね。認めた上で高め合うってことしないとさ。そうですね、ええ、ねえ、うん、ここで褒め合ってたら気持ち悪いですからね。あんまりね、うんうん、いやいいのはもう分かってんだっつの、うんうん、だから俺がいること、俺らがいることで、うん、仲間の魅力が持ち上がるような、ね、パフォーマンスだったり関わり合い方としたいじゃない、やっぱり。だってどん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 外にさ向けて発信していかなきゃいけないわけで、仲間だったらね、叱咤激励してさ、ね、ダメな時はなんていうの、説教じゃないけどさ、本音でバーンって言ってさ、そあれはねえだろみたいな、でも意図があってとかって話をしてさ、あ、なるほどなってなったさ、だけどさみたいなさ、そういう話がやっぱり楽しいじゃない、ね、そうですね、そうそうそう、同じ時間軸を使って音楽一緒に感じてんだからさ、そうは行きたいよね。ですね。なんか こういう風になんか僕もやれるようになったのは、ね、最近だとやっぱり渡辺さんとかがこうなんかこう面倒見てくれたりね。あるよな。なんか見てないよ。いやでもあるよ。俺も先輩にそうだったもん。うん、やっぱなんて存在を認めてくれるっていうのがやっぱすげえ助かるじゃん。あ、本当にそうですね。プレイ云々じゃなくて、いやお前いいから一緒にいたいんだって言ってくれる人がいるって。確かに。いや俺もだってそれの連続だもん。そうですね。じゃなかったら音楽できてないよ。間違いないですね。うわうわ、何、世の中でどんな認められなくても、俺がかっこいいと思ってる先輩が、いやお前面白いからさ、はいはい、
って言ってくれた瞬間、はい、泣きそうになるよね。確かにありますね。うわーって。本当ですね。ありますね。そうじゃあ本当だから先輩のおかげですよ僕も、確かに。そうそうだから、そういう時ありましたなんか。はい。じゅんぐりじゅんぐりじゃないけど、俺もやってもらえたし、したら俺も同じことするじゃないけど、なんか嫌だけどさ体育会系みたいな。若干なんか その系の感覚はあるのかなと思うね。確かにそうですね。それは連綿と繋がっていくのかな。まあまあ俺は住江に俺の凄さを見せたいだけなんですけど。そこは変えないでほしい。その絡み。それ一生やっててほしいな。死ぬ間際にもおめえ俺のことかっこいいって言ってなかったのみたいな葬式でさ。そうですね。いやそういうのいいね。最高。はいはいはい。もらえました。はい。読みますよ。はい。奥チーム代表西方で配信なら呼んでよだって。あ近いからねあの人。あそうです栃木で。あそうかそうかそうか。叩けんのジャムだよ、うん、ドラム叩かせるよ俺、うん、あんだけやだやだ言ってんのに散々誘ってあんだけやだやだ言うんだよ、ね、ザッキーさんまた見たい。あスミちゃんの子だろうね。坂地スミオくんの原付に天狗党のステッカー貼ってあるのめっちゃ好き。 ありがとうございます。そうだね、ホンダのディオにホンダのディオの4気筒に貼ってありますよ。そう、トゥデイってやつ。トゥデイか。あそうだディオじゃねえ。まあ似たようなもんですよ。トゥデイか。青木さんいつでも行きましょう、本当に、ねうん、で池ちゃんスミちゃん個人的に推しててなんでかって言ったら懸命に生きてる姿がとても尊い。偉いね。嬉しいな。わかる。あの一生懸命な人って惹かれる。そうですね。うまいとか下手じゃないよねそこは、うんうんうん、全うしてる人ってかっこいいよね。かっこいいですね。うん、なんか自分で決めたことを全うする、うんうん、たまに間違ったりもするけど、うん、なんか信じられるよ、うん、あそのために生きてんだなっていうのが伝わる人はあるある。それすげえ。僕はそうなのかな。そうだよ、だらけじゃない。そうそうそう。そうですか。信じる価値があるよね。うん、裏切られても、うんうん、そういうことですね。なんか、うん、自分のせいにできるというかさ、うん、相手のせいにしないというか、うんうんうん、だってそうやって決めたの俺じゃんみたいな、うんうん、それで裏切られてあいつ嫌いだとか、うん、よくないよね。それよくないですね。ね、自分が悪いだけだから、うん、何言ってんのって自分に言ってあげた方がいいよね、うん、本当ですね。そうそう、それ人のせいにできないんだよな。すればいいのかもしれないけどできないから、うん、そうなっちゃうんだな。多少していってもよ。どうにもならんことは俺は人のせいにしようかなって思った。あ、本当に人のせいの時はめちゃくちゃ嫌だなと思う。、まあ、そうですね。ある時はな、うん、原因がな、うんうん、そうそうそう、うん、けど、うん、そら、うん、物事って 100% この人が悪いっていうことはほとんどないと思う、うん、だからそれ自分も至らなかったなって時はやっぱりあるんで、そういう時はまあうん、人には言わないけど反省してる。そうだね、うん、あれですよね、崩れそうな吊り橋を渡る時の判断を人に任せない方がいいですね。ああそうだね、うん、ああそこは自分で腹決めて。そうだな、辞めるも行くも、うん、自分次第、うん、人のせいじゃないですね。そうですね、そこら辺は落っこっちゃった、うん、あいつが進めたからだ、うん、はいはい、よくないよね、あれよくない、あれよくない、ほんとによくないよくない、選んだらお前だろうかって。うんと、そうそう、そういう時は、うん、そう思いますね、うん。ナベさんよかったね、例えがハマったね。ハマりましたね、久しぶりに、ね、はい、ダメにポカンってすんのに今日これ変に自信つけちゃったらダメですね。ダメだよ、ダメですね、ダメダメダメ、うん、どんどん出しちゃうから、うん、だから10球投げて9球外れるから。そうですね。本当ですね。本当にまあでもそこを楽しんでる人もいる。そうか、っていうことも伝えておきたい、ね、ありがとうございます。うちの夢なんかは、はい、もうナベさんが、うん、投げて、うん、誰もキャッチしてなくて、はい、目が泳いでる瞬間が好きってそこを楽しむ人いるわけ。ゴエさん、ほんと前、この間のマントルの時もゴエさんすげえ笑ってんだ俺の MC。 そう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 、はい、いろんな人見てるとさ、ハマってる MC とかよりも、はい、そうやってもうどうしようってなってる姿を見るのが面白くなっちゃったりはあるよね。いやいや、ありがたいですよ。でもだって奥秩父の代表もそうだもん、うん、ああ、そっか、書き込んでジャムか、ジャムは怖いなって言ってるけど、はいはい、そうそう、もうどうわ MC 盛り上げなきゃって言って前に出てきて、うん、はい、もう切羽詰まった表情で何かを喋ってる時が、はい、一番面白いね。なるほどなるほど、なんだよな、あるよね、見方ってあるよね、うん、それぞれ、うん、音楽の見方、うん、いや楽しいな、今日楽しいっすね。今日もいいよね。じゃあ僕からちょっとその話題を
提示したい。おお来た。なんか助かるね、そういうの。助かるですか。うん、俺らほらもう、うん、やりまくっててさ、うん、新しいネタねえのよ。なんか、うん、それに被ってるかもしれないですけど、うん、これをたまに聞いてると結構、はい、僕が知らない栃木県の話とかしてるんですよね。あ、はい、地元の話みたいな。はいはいはい。だからそれを私はさ、栃木の人間ならいいんで、うん、分かんないことも多いわけです。はいはいはい。うん、だけどなんか、うん、そういうの聞いてみたいな。音楽の話も確かにいいけど。あ、地元の話？うん、栃木の話ってこと？うん、大丈夫？すみちゃん、これ長くなるよ。私が分かる話がいい。栃木の。ああ、じゃあそうだな。それか私が話してもいいのかもしれないですけどね。あ、そうだね。あ、そうだ。そう、逆に、うん、外から来た人の栃木人の、うんうん、はいはいはい、その見方は確かに。確かに。嬉しい。まあ、外と言ってもすみちゃん水戸の人だから。うんうんうん。ね、そんなに離れてないけど、うん、そう、でもやっぱちょっと違うわけじゃん。そうそうそう、うん、人間性というか、違うかな、ね、訛りも違うしさ。そうです、ね、茨城の人と栃木の人やっぱ違うなと思うし、うん、そうですか、うん、そう、うん、だから僕が最初に宇都宮っていう町に来た時は、うん、まあ、水戸とほとんど一緒だな感じやと思いましたよね。はいはい、雰囲気は近いなって、都市のなんかね、町の作りとか、うん、うんうん、で僕ずっと宇都宮だから他はよく知らないんです、うんだけど、まあ、宇都宮っていうところに限って言えばですけどね、うん、で行って、なんだろうな、あの道が広い、見たより道、ああなるほどなるほど。あ、でもそれ聞いたことある。俺もそうですか。道がひどい、うん、看板屋さんやってた時に、はいはいはい、あの、水戸の方の舗装ってことですか、道の、いや道幅だと思う。道幅、ああ、ちゃんと歩道がある。そうと、うん、あと分かりやすいの。あ、環状線があって、はいはいはい、こう放射状にいろんなところへ伸びてるでしょ。なるほど、なるほど。日光街道があってさ、そうかそうか、向こう北の方言うとだよ、はいはいはい、日光街道の次に三里街道があって、神馬街道があって、うん、インター通りがあって、で栃木街道があってみたいになるじゃん、うんうんうん、まあ、羽生田街道とか途中にあるけど細いのもっと、うん、それが分かりやすいんだって。へ、うん、水戸の本当部材とか言ってた、栃木は走りやすいよって。あ、あと道が覚えやすいって。確かにどっか行けばどこにぶつかるなってのが大体予想できますね、うん、確かに、うん、いや僕水戸にいた頃はほとんど道自分で運転して走ったりしてないんですよ、うん、だからそういうのもあるけれども、うん、分かんない道が結構ある。宇都宮？ああ水戸だし、うん、幅が狭い、歩道がない道が結構あって、あ、で結構曲がりくねった道とかもあって、あ、っていうのはやっぱ新幹線通ってるからでかいのかなって思いましたね。水戸って空襲あった？水戸空襲ありました。あった、ええ、あ、 そういうのもあんのかなと思って。再開発っていうかさ、ああ、そうかそうか、うん、確かにそうですね。そう、うん、でも俺が小学校の頃は環状線こんなに伸びてなかったんだよ。そうですね、今は全然一周できるけど、昔砂利だったっすもん ね、栃木街道のとかそうだったよね。そうですね、あの、うん、ちょっと三雪ヶ原町ってとこのヨーク紅窓あたりも砂利でしたもんだよね、うん、そうですそう、こんなになってなかった。あの4号と立体になるじゃん今、グイーンって下るじゃん、あそことかだってね、うんうん、割と最近のイメージだよね。ですね。あ、そうですか。そうそう、そうだよな、あそこもおもろいな、養鶏場だったもんな、ヨーク紅窓。そうなの？そうですよ、潰れた養鶏場だったんですよ。へぇ、秘密基地とかよくやってます。さすが地元の人。そうですね、そう、今あんなになっちゃったけど。え、すみちゃんはね、水戸の真ん中辺なの？実家。実家は、うん、あの本町っていうところで。本町、本町、まあ行っても分かんないと思うんですけど、うん、あの全然水戸明るくないからな。昔の、あの江戸時代でいうと町人がいたところら辺なんですよ。はははは、なるほど。水戸駅の北側が侍がいたところ、うん、あの兼六園じゃねえや、偕楽園、偕楽園があるのはその辺かい。その辺ですね。あ、で南側が町人がいたところです。ほう、兼、偕楽園、偕楽園は元水戸城。いや違います、そこ違うの。偕楽園っていう庭園なんだ。そうです。水戸城はどの辺にあった？今ないの？今あの水戸一高があるところです。水戸一高、へえ。じゃあもう水戸城跡みたいなのは今ないんだ。宇都宮みたいに。ないですね。あ、でも門だけある、門。あ、門だけある。あ、なるほど。あとお堀。はいはいはい。奥州街道みたいな感じで、あれか。素晴らしいのが、その水戸駅の北口、うん、もうすぐなんですけど、弘道館っていう藩校、うん、はいはい、まあまあ有名なんですよ。有名だね。とか、あと、うん、旧県庁、旧茨城県庁の建物は、うん、戦前か戦後すぐの、うん、めちゃくちゃ古い。趣ある。へえ。あと図書館とかあって、うん、その辺がこうお堀で囲まれてるんですよ。ほうほうほう。空堀ですけど、うん、で
桜並木があって、はいはいはい、春はこう桜がバーッて、あるのね、素晴らしい、スミちゃんのルーツがそこにありますね。でもそうだ、天狗島もそうだもんね。そうですね、うん、名前ってことですか。そう、確か水戸天狗島から、水戸天狗島、あのでっかい天狗の、うん、違うよね、なあれも元は天狗島っていうとこから来てるんじゃないですか、その天狗、ね、なんか見てる気あるな、天狗のでっかい天狗、うん、あカラス天狗みたいな、カラス天狗みたいな、あ、水戸の方にあんのなんか建物にくっついてるよね、多分天狗納豆だと思う、天狗納豆かそれ納豆だね、納豆かじゃあ天狗納豆っていう実感そうなんですけど、うん、天狗の麺があってそうそうそう、ドーンって、で天狗納豆って感じ、あでもなんか見たことあるかな、うん、幕末のあれだよ天狗島って、そうです、そう、あー獅子そうさ、うん、ほら芹沢鴨が、うん、天狗島元見た話だから、そうそう、でっこ隊みたいな感じですか、違いますね、あまあでも、まあ、白虎隊もそうだね、まあ、幕府寄りの人たちだから近いっちゃ近いけど、うん、新選組の、はい、逆バージョン、いや近藤勇は分かるでしょ、近藤勇と芹沢鴨っていうのが最初2人局長がいたの、うん、あ最初2人だったんですか、そうで、その2人の片方が水戸藩士、あれは暴れん坊の方ですね、殺されちゃった方ですか、そうそう、ああはいはいはい、そうそう、あなるほど、そう、あ分かった分かった、面白いのがあって、あ水戸はその徳川家が治めてるから当然幕府寄りなのかなって私は思ってましたけど、逆なんです、あそうなんだ、うん、天皇寄りなんです、へえそうなんだ、あそうだよね、一橋慶喜って水戸家だもんね、うん、そうです、はあそうだ、そうだから、そのはははは幕府倒幕っていうのはまあ最終的にそうなったけど、元は天皇の、天皇を敬いながら外国 の、 その黒船とかをやっつけようっていうのの一番最初が勤皇だよね、勤皇です、一番最初は天狗党なんです、そうなんだ、天狗党がなければ明治維新はないですね、勤皇攘夷だから、そういう心意気の名前だね、じゃあそうです、だからかっこいいな、まあここら辺のバンドたちは確かに素晴らしかった、だけど、ああ我々が天下取ろうと思ってそんなにつけてました、そこに俺という壁が、うん、渡辺という壁が大きな大きな全然わかんなかった腹立つわ腹立つわ、まあ、そんな名前をつけてましたね、なるほどね、素晴らしいな、そう結構だから歴史僕も好きだし、うん、そうだね、俺も地元だから栃木の歴史を掘ってるけど、うん、さすがに北関東まで広げると、でもちょっと最近広げ出してるから、あそうそう群馬と、うん、茨城は群馬とか全然わかんない、うん、佐竹氏だから多分あ佐竹戦国時代のね、ええ、でも坂東武者だから多分茨城も栃木も群馬も、うん、元々はあの一致団結してるというかは群雄割拠というか、ええ、そうそうで源頼朝公がいて、うん、でまあね五方向、うん、五方向の関係で、うん、そううん、で昔すごく強かったらしいですよ、関東の武者が、あそうなんですね、うん、強かったらしいの、ね、そう坂東武者って言って、うん、坂東っていうのが坂東太郎、そうそうそう、茨城の利根川のことですね、そう、うんうんうん、坂東太郎、坂東太郎おいしい何ですか、そう行ったことない坂東太郎、うん、ないんですか、ない行った方がいい、杉の屋みたいなもんでしょ、杉の屋のもっと満腹感がある、満腹がある、うん、感じですね、あそこ僕も何回か行きました昔、美味しいよね坂東太郎、うん、あれ本店4号沿いじゃなかった、いや分かんないですか、本店は分かんないですけど茨城にもありましたね、そう茨城に、茨城発祥なんじゃないかな坂東太郎って、だと思いますよ、確かそんな気が、それこそスリービートのお父さんちのあたりなんじゃないかな、あそっか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 、うん、そうですね、なんかねあった気がする、でだいぶそうですよ放置しちゃったけど、はい、ルバイアート、うん、おう高いかな、ルバイアート、うん、僕の友達、そうかそうかそうか、千秋とかな、そうそうだそうだ、認めてくれる人がいるの本当に助かりますよね、うん、あそうなんだよ、僕はルバイアートを認めます、かっこいいよね、うん、俺もそう、うん、好きなの、うん、あまた出ちゃった、ひいき、いやいやいいじゃないですか、いいんじゃないですか、いいかな、いいですよ、はい、いや面白い話があって、うん、ルバイアートが CD 出して、うん、で、あ CD 出したんだと思って、うん、だから周りそんなにあのそこまでね熱狂的にそれに対して見てなかったのかもしれない、うん、けど僕が「あルバイアート聞いてなんかかっこいいと思ったよ」って言ったら、うん、周りがそれで興味を持ってちょっと聞いてみようかなとかっていうこともあった、うん、はいはい、うん、だよね、仲間の評価って割と大事だよね、人から言われるとやっぱそうなのかなって周りも思うと思う、ルバイアートの音源良かったけどな、
らしさが出てて、うん、僕も好きですよ、うん、かっこいいですね。あんまり綺麗なバンドじゃないけどさ、うん、なんかそれやっぱりやりたいっていうのが伝わるじゃん、ね、うん、堺のあのノイズの感じとさ、うんうん、いろいろ話はディスカッションしたりするけど、うん、俺も堺さんめっちゃ好き僕直球だなお前、うん、ラブコールラブコール堺、うん、素晴らしいな。ペンちゃんが大好きだって。堺さんはなんかまともな話ができる数少ない人間だ。あ、うん、後輩なんですよ俺堺。あ、そうですか。ガッチガチの、あ、まあ、あ、ガチガチって言っても高校一緒なの、うんうん、はいはいはい言ってましたね。そうそうそう、まあ、つって先輩後輩ぶってるわけじゃないけど珍しい、うちの高校出身の人間にしては。嬉しい。サブカルな感じが好きとかさ、うん、なんかルーツ掘ってるというか、うん、音楽ゆえんのそういうなんていうの、いろんな芸術というか、うん、そういうの掘ってる感じはあるよね、うんうんうん。この間 F1 の話もしたんですよ。あ、好きなんだよね、そういえば F1。 F1 車の、うん、そう、好きなんだ。なんかね、ツイッターでツイートしてる F1 を、 F1 のなんか話、見たことある、それは。すげえとか、俺アイルトランセナとかしか知らないからさ。そうですね、シューマッハとかね、はい、そこら辺ばっかりですよ。ナイジェル・マンセルとかさ、はい、ね、もうホンダ最強みたいな、これ。好きなんだ。今なんかハイブリッドなんだってね。あ、そうなんですか。え、 F1 が、 F1 が、そうなんだ。で、なんか運転席の前にこういうなんか変なガードついちゃって、あ、なんだこれやとは思うんだけど。そんなのは知らないけど、ドライバーを安全っていうことだとは思うよ。あ、なるほど、ね、スピードは変わらずちゃんと F1 で。そこも分からん、まあ、ごめんなさい、俺もちょっと生地、うんうんってやつですね。そのぐらい早いでしょ、はい、きっと、はい、でもうーんって言わないみたいなこと言ってたんだよな。ハイブリッドだから。よく夜中3時頃テレビつけてあれで寝てましたもんね。ねえ、分かる、はい、分かる分かる、はい、あ、なんか心地いいんだよ、ね、心地いいです。すごい。そうなんだ。あ、ない、うん、そういうないですね、それは。俺結構寝るときに音ないとダメな人で、うん、YouTube とか垂れ流しにするもん俺、うん、あのどうでもいいやつ、はいはいはい、なんか歴史とかをさ30分ぐらいで説明してるやつあるじゃん、はいはいはい、ああいうの聞きながら寝る。あ、なるほどなるほどなるほど。どうでもいい、そんなに考えなくていいやつ、はい、あ、うん、まあ、あれ、あのあれ、前あれ聞きましたよ、なんかアルファーファが出てる波の音とか。あったー、俺も聞いた時あった。うるせえってなりましたけど、あれ、ちょろ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 ぐらいのやつの方がちょうどいいよ。そうですね、うん、ボリューム間違えるとダメですね。そう寝れるかって言いながらね。はいはい、あれ、ほんとそんなのあるんだ。ある、変な夢見そうだわ。なんか400何とかヘルツみたいな書いてあって、はいはいはい、そう、なんかアルファーファ出るみたいな。ありますね。ほんとなんかやと思うけどね。ね、やってたのに。やりますお恥ずかしい。あ、全然すまないよ、はい、チャット読まないと。そうですよ、ね、ズメさん、うん、地元と比べると宇都宮はかなり都会。あ、まあ、ズメさん長野ですからね。松本じゃない、いつも松本って言っちゃうんだよな俺、うん、あれだよ、上田真田の里だから。あ、そうそう、真田の坂地。水戸駅のロータリー分かりづらいとこありますね。え、そうなの。いや、僕は全然迷わないけどな。あの、パルコがあるのは何口なの。パルコ、パルコはなかったっけ。あるよね、パルコじゃないかな、なんだっけ、何でしたっけ、でかいやつですよね。丸いがあったな、昔。もうライトハウスがあるの北口。北口なんだ、あっちが北なんだ。 P ついた気がする、確かに P? そのパルコ、中村さんが言ってるやつ、なんかパルコあった気がするんだけどな。パルコはないですよ。ないんだっけ、うん、あ、そっか、うん、代表、宇都宮に行くとすぐカツアゲされるイメージあるね。ああ、まあまあまあ、うん、栃木県静かですよ、うん、あ、まあ、若干ちょっと違いはあるかもな、うん、ヤンキーの水戸の方がうるさかったです、ね、うんうん、ヤンキー代表北関東みたいなのあるからね、うん、まあ、茨城 VS 栃木はよくある構図だからね。でも栃木はずっと勝てないんですよ、茨城には。うん、海借りなきゃいけないんで。そうなんですよね。そうなんです。借りがあるんだよね。借りがあるんで。海貸さねえぞって言われたらおしまいですから。そうそうそう。まあ、海水浴できないですから僕らは。そうです、本当に。もうね、ダメなんですよね。茨城にも群馬にもね、栃木人は逆らえないんです。逆らえない。ダメなんですよ。もう県警行きましょうだから、ね。海貸さなきゃ。挟まれていきましょう。ね。スリービーズさん。水戸は宇都宮よりも遠い。あ、古賀の人はそうかもね。そうですね。あ、そっか、うん、逆にそう、うん、そうか、そうですね、うん、こうなったここだもんね、古賀ってね。そうか、そうか、そうか、ね、うん、こうギュンってなって、そうですね、長靴みたいな形。古賀ってちょうど行きづらいんですよ、水戸から。そっか、近道、そっか、八千代、ね、八千代とかそっちの方が近いけど、50号通ってもね、うん、小山来ちゃうしね。そうなんです、確かに確かに、そうだね。あの、大震災の時に、うん、父親が単身赴任で古賀にいたんですよ。ほう。で、あの、水戸で停電して、うん、風呂も入れないんで、うん、古賀に一家で避難したことあります。へぇ、古賀はちゃんとお風呂出てた。
あでもそうかもな、うん、海側の方がやっぱり被害が多かったもん、うん、そうですね宇都宮はそうじゃん、うん、鬼怒川の向こう側がすごかったじゃん。あそうなんだ。そうそう、ホンダがある方、清原台とかがすっごい出たのね。そうだそうだ。栃木県で確か亡くなった人がいるのがあの そっちの方だった気がする。ホンダので下敷きになっちゃって確か、うん、はい、そうでしたか。さかち TV 興味深い。天狗党の話かな、多分天狗党の話、天狗党の話ですか。で、住田さん、味噌煮込みうどん、これは多分坂東、そうですね、坂東太郎の話ですね。ありがたいね、ありがたいです、ね、拾ってもらって、ライさん、ライさんのポッコデが、あそこ焼肉屋なのに寿司も食えたんで。坂東太郎、うん、焼肉屋なの。焼肉屋だっけ、坂東太郎って。焼肉屋ですよ。スタミナ太郎と間違ってない？間違えてるね。そうかな。あれ、それは、スイちゃん、それは食べ放題だ、それ。食べ放題だ、そこにあるやつじゃねえぞ。それはスタミナ太郎か。スタミナ太郎だよ。太郎間違いだぞ、それ。坂東太郎ってじゃあ何？なんか、まあ、あの、かぶってる、なんか。かぶとかぶってる。あ、ファミレス？ファミレスがね、杉の屋とかさ。ファミレスの先駆け。みたいな。あー、わかったわかった、うんうん。うどん屋さん。あ、うどんだね。うどん、うどん。うどん。びっくりした、急に。失礼しました。たまにある、とんでもない。スミちゃんたまにある。とんでもない。そうそう。びっくり、あそっか、あてっきりスタミナ太郎、まあ似てっけどなバイキングだし、かぶってるし、30超えていけなくなったけどスタミナ太郎もたれちゃって、あ、うん、まあ若い時は行ってたな、うん、質がさ、うん、質が低い、まあまあほら食べ放題でさ、うん、安いからね、ね、そうだよな、それはしょうがないんだけど、まあ寿司は全然ね、多分俺、うん、普段食ってのと変わらない寿司だから、年齢重ねるとね、うん、そのやっぱり胃がね、油っぽいの食うとさ、うん、残っちゃうんだよな。そうなんだよ、次の日に。そうですか。だってもう本当にロースとか食えなくなったもん、カルビとか、うん、食えないです、食えないです、ね、そうなんだ、ダメです。赤い牛肉がうまいって思っちゃうの、うん、そうこれが好きなんで、これがおじいがね、おじいが、そうそう、ガシガシしたやつで、タレも、うん、わさびと塩とか、そうですね、ね、うん、なんか甘辛い、うん、あの焼肉のタレじゃなくて、うん、そういうさっぱりと食いたくなる、うん、そうなんですよ、レモンちょっとかけてね、わ、うん、かるな。確かにそれは美味しいけどね、めっちゃうまい、わさびがね、最近、うん、わさびのうまさ、ですね、わさびですか、うん、ですね、あと親戚がわさび作っててさ、あ嬉しい、ね、もらったのわさび、本当に本わさびですか、本わさび、あじゃあこうやって吸って、そう、あのね、うん、辛くねえの、はいはいはい、ツーンと来ないの、へえ、なんかまあ種類にもよるらしいんだけど、そうですね、なんか赤い茎のわさびと緑の茎のわさびだって、うん、はいはいはい、どっちがどっちだったか忘れちゃったんだけど、うん、赤い茎なんてあるんですか、あるんだよ、西洋わさびかな。うん、本わさびかな、多分本わさびの中でも種類があるみたいなもんですよ、すごいな、うん、こう段々畑になってて、ちゃんと、あすごいですね、ちょっと見せてもらったんだけど、本格的だな、わすげーと思って、目キラキラしちゃった俺、うん、嬉しいですね、わーと思って、その光景はいいですね、見る、うん、見たい、見たい、いいですか、ごめんなさい皆さん、ちょっとすいません、そうそう、わさび畑が見たい、あのね、つい写真撮っちゃった、これあ、すごい、すごいでしょ、どこでやってるんですか、日光、日光、ほら、あ、いい雰囲気、で、葉わさびもらってきてさ、あいいな、こんな感じなんですね、そうそうそう、おじさんね、あ わさびじゃないですよね、わさびじゃない、おじさんです、こんな、そうですね、ね、そうですね、大きいのないでしょ、赤い茎の方じゃないですよね、赤いさつきだけど、へぇ、あ、水道さん、和食、うん、和食です、和食ですね、さんは焼きは、うん、焼肉ありません、うん、多分もともとはお蕎麦屋さん、そうなの、卵かけご飯はトッピングわさびが一番美味しいんだ、それはやったことない、それやったことないな、青じそのドレッシングかけると卵かけご飯うまいですよね、そうなの、美味しそうです、マジか、うん、俺あれ藤子のおかか、はい、おー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 、あれですね、ちょっと佃煮風の、そうそうそう、はいはいはい、そうなんだ、うん、そういうの食うようになるんだよ、すみちゃん、そう、藤子の生姜とかめちゃくちゃうまくなるよ、そうなんですか、あと金商売、金商売、何でしたっけ、金商売って知ってます、高級くりかけ、あー食ったらきね、あれもらってさ、隣の子さんに、いいな、うん、あれ激うまね、本当にあれすごいよ、うん、いいな、うん、カレーってきちゃったな、ね、本当ですね、明太子とかきれいな、金商売は私も食べたことあります、美味しいね、美味しいんだ、さあ、お9時です、9時です、皆様、ああ9時ですか、うん、ここらで、そうですね、1曲だいぶ Q&A 切ったけど、僕の番、僕の番だよ、今日はすみちゃん来てるから、せっかくなんで、すみちゃんに、うん、
ね、やっていただきたい。くじまたぎはすみちゃんやってもらおうっつって、うん、そうですか、そうそう、うん、お願いしたいです。照れくさいなで、まあすみちゃんのリクエストで、そうそうそう、いつもは俺たちはけるんですけど、うん、はけられてほしいって言ってほしい。なんかわざとらしくないですか。なんかそ そういうとなんか、うん、変な感じがするけれどもあーごめんなさいね。いやいいです全然、うん、いや今日はだから俺タバコ吸いながらすみちゃんの、うん、贅沢だな。真横で聞きますよ。嬉しい、贅沢。いや僕はあの皆さんにちょっと共感してもらいたいところがあって、じゃあ演奏始まるんで僕たちちょっとあっち行ってますわっていうのは、うん、わざとらしい演出のような気がしませんか。あどうですか。そう思う人は丸。ああそう、いやそんな疑わなかった人は罰。どっちでもいいや、三角にするじゃん。そうですね。全員の丸だったら今まで俺は何やってたんだって話になる。そうなるね。その演出プランいらねえよと。でもまあそうか。それっていうのはまあなんか他に例えて言うんであれば、ライブ、うん、つってライブの前にアンプにこう刺したりして準備万端ってなって。自分たちで準備しておきながら、うん、わざとらしく、うん、一旦外に出て、うん、音楽かけて入り直すみたいな。あなるほどなるほど。水的なね。なるほど。あれに近い。僕あれ好きじゃない。あ、うん、あ。人がやってるのはいいけど、人がやってるのはいいけど、僕は絶対自分ではやりたくない。はいはい、じゃあまあ今日はね、すみちゃんがそう、そうナチュラルに入りたいっちゅうから。そうです。で行きましょう。全然全然。やりやすいように。普通に。普通にタバコ吸うし、どうぞ。もう中谷さんおしっこしてるから多分そのやってんのにさっとおしっこ行くかもしれないよ、すみちゃん。いいですよ。いや、その弦の巻き方もすみよらしいな。汚いね。いいな、好きだな。さかち三角。どっちでもいいんだ。どっちでもいい。もうスイスだ、スイス。衛星中立国ね。そうなんだ。あんまり考えてないってことだ、多分。どうだろう。ありがたいな、考えてみてくれて。そうだよ、うん、意見もらえる嬉しいよね、うんうん、はい、じゃあすみちゃん、何今日はハエっていう曲。ハエです。あの大川すみよで、ハエ初めて披露する曲、うん、この間、いや作ったのは結構前かもしれないけど、うん、人前でやったことがない、うん、はいはい、
と。ちょっと今のはあれなんで、もう一曲やる。あ、もう一曲やろう。いいね、いいね。おーおー、ボリューム安定、今日はいいですよ。いや、お恥ずかしいところ。ハエだの、ウサギさんだの、ええ、なんか登場人物が何かを比喩してんのかななんて聞いてたけど、ウサギさんは後半になってようやく正体が分かるっていう。ああ、ね、そうなんです、ね、狙ってるんだろうな、ええ、ハエもそうだろうね、うん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 、まあ、そうですね、めんどくせえうぜえ人がいたんのかなみたいな ね、 そうですね、うん、まあ、時にはそういう日もありますよね、あるよね、誰だって、ええ、あるよそうなんです。どうですか皆さん、これがスミオちゃんワールドで。でもまだあの力を 100% 出せてないいいんだよ、そしたら終わっちゃうよ今日は、うん、あの本気のさステージではなくて、そう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 、あくまでそうそうスミオちゃんがどういう人かっていう、いいな、節々いい言葉使うなさあ、 あとね俺好きなのが、うん、
スミオのマイナーの聞かせ方が好きなんだよね。ああ、なるほど、さすが。そう、絶対にマイナー入れてくる。グッとするところがあるんですよね。そう、グッとするところを、セブンスとか、ナベさんはセブンスとか入れるじゃん。入れます、入れます。泣きのとこって。そうですね。それを、泣きが、やっぱちょっとフックというか、違う形の、あ、そこ行くんだみたいな。ハエの時も、ね、リハの時に言ったけど、えそこ Dm 行くんだみたいな、そうキーは上がってるから Dm ではないけど、へーみたいな、ビートルズチックみたいな動き方が、ね、窓を開けて夜空を覗くっていうのが好きだな。あ、普通逆じゃないですか。普通外から中を見るときに覗くの例えば使うじゃないですか。あ、内から外を見るのを覗くっていうのはいいな。いいですね。パクらないっすよ。パクらないっす。そうですか。あえてウサギさんにしてんだもんね、そこはね。うん、あえて引っ張るわけだもんね。そうです。ウサギさんってなんだろうっていう。うん、面白いな。前ウサギさんが何かっていう話をあの、うん、渡辺さんにはしました。うんうんうん、それみんなにしなくていいね。ウサギさんって何だろう。ああ、どうしようかな。どうしようかな。聞きたいな、俺。うさぎさん作った時の話出しましょうか。うん、いい話持ってるんすよ。あ、そうなの、うさぎさんの話。うわ、それはぜひ聞きたい。全部の曲に本当ストーリーがある、うん、そう。あ、でも面白いんす。それは香るよね、わ、うん、かる。え、ちょっとうさぎさん聞かせてよ。じゃあうさぎさんの話ですか。私が大学卒業して、うん、東京に 4ヶ月ぐらい住んだ時期だったんです。はいはいはい。研修かなんかね。そうですね、はいはい。で、まあ、そもそも私はいわゆるサラリーマンっていうのに対して、うん、まあすごい立派だなとは思うけども、うん、自分がそんなことやれんのかなっていう感じがあって、うん、まあやっぱりその曲書いたりしてるぐらいだから、うん、ちょっとやっぱそのデカダンでいたいみたいなとこがあって、うん、ちょっとこうなのに朝早く起きて、うん、会社行って、うん、でやりたくもない仕事をやって、うん、帰ってきて、うん、疲れたなって言って、うん、まあ明日も朝早いし寝るかみたいなのは辛かったんです、すごく。はい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 。でそれは自分が本当にやりたいことではないのに、うん、まあしょうがないからやってるっていう、うん、まあ今までもそうですけどね。だからだったらやめればいいじゃんっていうわけにはいかないんだよね。そうだね、うんうん、その生活があるからね。そう、うん、だからもう僕 2LDK の家に住んでるし、うん、今更ねその職を捨てて、うん、もうあの道端でもう這いつくばってでも俺は仕事はしないで好きなことだけやるっていうわけにはいかなくなってるんです。はいはいはい。それはでも本当に自分がやりたいことでもないっていう、うん、だから嘘をついてる、うん、自分に、うんうん、ですごい悲しかったんです。なんか矛盾というか、うんうん、で天狗党も終わっちゃったし、うん、そうだな、その頃そうだよな、うん、そう、うん、でもうこの先ずっとこうかみたいな。音楽党もちょっと離れたしね、うん、その時、うん、あったあった、その時あった。そうなんです。で、うん、私会社が用意したマンションに住んでた当時、うん、マンスリーマンションって言って家具とかも全部揃ってて、はいはいはい、着替えだけ持ってきてくださいみたいなね、うん、で私はギターも持ってったんです、うん。でまあ、とりあえず家帰ってきて、あーってベランダ行ってタバコ吸うかっつって、うん、こうやって火をつけるわけですから、うん、ベランダでね。そう、うん、と、うん、まあ、2階だったんですけど僕の家はね、うん、でマンション高いから、うん、で周りにもなんか似たようなマンションあるし、うん、こうずっとこう外なんだけど、うん、壁に囲まれてるような感じなんですよね。はいはいはい、東京はそうだよね、うん、でこう上をこう覗いたら、あ、うん、月がある、うんうん、って言って作りました。なるほどね。それはストーリーの一つ。はいはいはい。もう一つあります。なんで月がうさぎさんなのかっていうところがそうです、うん、ガールズバーっていうのが近くにあって、はいはい、駅の、前でしたけど、うん、大森っていう駅だったんです、うん。で私も大森っていうところに住んでた、はいはい、そこに大森シェルターっていうお店があって、おうおう、バニーちゃんがいるお店なんです。バニーちゃんがいた、うん、でしょっちゅうそこに行って、
あの1時間4000円飲み放題とか、はいはいはい、とこでよく遊んでたんですよ、はいはい、で、あうさぎさんっていうのは今まで関心持ったことなかったけどもすごいいいなと思ってね。そう、これを使おうと思って。ガールズバーのうさぎさんと、うん、そのなんか月を見て、そう、ちょっと寂しくなってる自分の、そう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 、進行させたわけ。そう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 。話も聞いてくれるしね、商売だし。そうだな、うん、それも仕事だからな。そう。で、いや、今日もお疲れ様とか言われてね。で、あ。本当にいいと思いながら、うん、なるほどね、そういいなっていうのがあのうさぎさんっていう、後ろにそのストーリーがあるわけだ。ありますね、住用の。素晴らしいな、うん、でもその生活があるから、うん、グッとくるんだろうね、うんうん、あの、うん、なんだろう、誇張してない、うん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 、その自分の生活を歌にしてるから、うん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 、そうなんですよね。あのかっこつけるとか、うん、そういうんじゃないんだよね、うん、違います。 それが歌になるっていう、うんうん、まあ、格好つけてたら、まあ、バニーちゃんの話はしないだろうな。そうだな、うん、全部の曲にそういうストーリーがあるんです、僕の声。ハエだってあるし。そうだね、うん、ありそう。ハエの話はできない。まあ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 匿名、まあ、あるからな、そういうのな。そうですよ、でもブンブンな、そうあるよ、そりゃ。そう、なんて自分勝手なんだろうと思ってね。ありますよ。そうな、でも、うん、でもそれが曲になってんだから、うんうんうん、ちゃんと消化してんですよ、それは。まあそうですね。そういうことですね。うん、そこがすごいよね。うん、うまいなと思うよ。そうっすか、うん。でもそれって、うん、多分健康的なことだから。うんうん、そうですね。そうっすか。なんかさ、うん、それでさ、人刺しちゃうとかさ、ああ一番良くないじゃん。良くないですね。良くないですね。でしょ？本当に。そう。やっぱ芸術とかそういうのに消化するっていうのは、うん、本当にいいことだと思うよ。うんうんうん、思います。そう思います、はい、っていう素晴らしい、すみおちゃんのうさぎちゃん、うん、うさぎさんの話をね、いいですね。この話をしたら聞いた人みんな好きになるじゃん、うさぎさん、うん、まあうさぎさんっていうのも響きも可愛いしね、うんうん、どういうことなんだろうって思うし、うんうんうん、そう、なんかそういうストーリー、ああ面白そうだね、うん、もうなべさんも割と映像から入る人だけど、うん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 、でもやっぱすみおってちょっと文学的なんだよな。そうでしょうね、インテリなんでね。自分で言うんじゃねえ。誰も言ってくんないんだもん。お前六代で出てりゃインテリって言うけど、五代じゃインテリって言っちゃダメだろ。そうだったな。そうだったな。思い出したな。思い出したな。思い出しましたね。いいな、いいですね。うん、素晴らしい。そうだね。うん、鍋さんよりは若干言葉知ってるかもな。それありますよ。そうかな、うん、もちろんもちろん、ね、うん、本読んでる話もね、うんうん、放送の前に言ってたけど、あ本好きなんだなって匂うもんね、うんうん、あそうですか、住みは、うんうんうん、あります、あります。本は面白いですね、うん、知ってたいみたいなあるよね、言葉知ってたいみたいな、うん、素晴らしいな、うんうん、最近、あこれもじゃあ話そうかな。大きそう。今まではその自分の歌詞、うん、っていうのはそのまあ、生活と直結してるって話さっきはしたけれども、うん、その表現がすごいストレートだったんですよ、うんうんうん、副将軍とかね、はいはいはい、昔ね、うん、タコナイトフォーエバーとかね、タコナイトフォーエバーとかね、だって決別って歌もあるもんだって その頃の歌だよね、うん、きっとね。そうです、うんうん、そういう曲はそれはそれでいいんだけれども、うん、なんかちょっとね、幼稚だなとも思う。あ直球すぎて、うん、だそういう曲もあっていいし、うん、そうだね、うん、それで、詩を勉強してるんです、うん、まだ分かんないけどね、うんうん、ずっとじゃない、うん、きっと、うん、ハマったとしても、うん、その時間軸でハマってるだけだから、うん、ね、あると思うよ、うん、きっと逆になる時もあるある。そうだから多分副将軍とか決別書いてる時は、うん、そういう表現じゃないと、うん、なんていうの、うんうん、表現 しきれないものがあって、そういうことですね。今はそのうさぎさんとか、うんうん、ハエとかね、そう、やっぱそういう比喩が入ることによって、うん、マイルドにした方がしっくりくるっていう、うん、ね、そうですね。そう、でもこの間決別最後にやったじゃん、うん、あのバーイバーイのとこがあれ好きなんだよな。そう、あのね、決別って言っておきながら、うん、ちょっと自分も悲しんでるんですよ、はい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 、そこの哀愁がね、あの歌いいですね。あのすごいなって思ったの、この間あの歌はなんか、うんうん、あれだから鍋さんの歩き続けるじゃないけど、うんうんうん、俺スミオのフックなんじゃないかって思ってんだよね。本当に
あれで引き込みますね、急に。悲しい、なんていうの、うん、身勝手な別れの歌かと思いきや、うん、別れを切り出してる辛さがあるっていうさ、うんうんうん、そこにブルースが発生してるんですよ。なんか、うん、そう、スミオという才能がバチッと入るんだよな、うん、すごい。そうね、次に行くためには、うん、捨てなきゃいけない何かがあるみたいな。なるほどなるほど。男気もあるんだけど、うんうんうん、なんかそう見える、うんうんうん、そう聞いたな、この間、うんうん、いや、そういう気持ちでした、ね、やり続けていくと、うん、そ当時作った時は、うん、もうそうやって言わないと次に行けないから、うん、僕は決別っていう歌を歌いますみたいな感じだったんだけどまさにそうだね。そう、今の決別はちょっと違う、うん、それを懐かしんでもいるし、はいはいはい、今後もあるでしょう、その決別が。その度にそういう、なんていうの、世知辛いというか、うん、こう処理しきれない気持ちを抱えていくだろうな、うん、でも向かっていくよ、いつだってっていうメッセージなんかなって思って聞いてた、うんうん、まさにそうですね。なあ、素晴らしい。来たと。で、曲の最後にさ、セットリストの最後にやるわけじゃん。その場にいる人たちにも決別してんだよ。そういうことですね。と思って、もうここで終わるからって。楽しんでなかったやつ知らねえよっていうのも、うん、ミュージシャンとの息っていうの、うん、意気込みっていうの、そうですね、粋な部分あるじゃん、うん、そこも見えるし、うん、いや非常に面白い曲だなと思って聴いてたんだよね、うん、ありがとうございます。勝利のしがいがあるね、この曲みたいな。あの曲は天井が抜けました。 ね、あれは持ってったな、星見えました、星見えました、あった、あった、うん、抜けてったよね、抜けましたね、あれは。歌ってて気持ちも入れやすいんで、うんうんうん、あれいいな、うん、さようならって、うん、悲しいけど、うんうん、なんだろうね、言われる方も悲しいけど言う方もそれなりに悲しいよね。そうですね、そうですね、うんうん、確かに、うん、よっぽどの人じゃないとさよならって言わないですもんね。あ、そうだ。でも一時、すみおちゃん、うん、帰る時にさよならって言って帰ってなるほどなるほど、なんかちょっと言ったことがあるかもしれない。さよならって言うんじゃねえよ、はい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 、なんかもうずっと会わない見てじゃねえかみたいな。また会う人にはさよならって言うな、うんうん、そうですね、うん、じゃあまた会って言えばいい。また会って、うんうん、じゃあ、ね、ちょっと母さん、はいはいはい、そういうのもあるよね。そうですね、さよならは、そうですね、うん、心配になっちゃいます ね、なんかあったのみたいな、どうしたの、うん、なっちゃいますね、引き止めちゃうよね、うん、引き止めちゃうよ。それは多分だけど、単にそういう言葉遣いちょっと興味があって、使いたかったんだよね、うん、その言葉遊びをしている時は分かる、うん、なるほどなるほど、すみおちゃんある。あと時々ありがとうって言うんじゃなくて、うん、どうもありがとうって言うとかね。ああ、そういうのありますね。なるほど、うん、あのね、俺も多少あるんですよ言葉遊び、言葉遊びとか。なるほどなるほど、これは自分ルールって言ってんだけど、はいはい、自分の中だけで楽しんでることなるほどを吐き出してみる。それはどういう楽しみなんですか。相手の反応を楽しむわけじゃなくて、いや、言うってことが、言うことが楽しい。楽しい、なるほどな、うん、そう、どうもありがとうってね、うん、あ、あるへ、あ、こういう時にこうやって言おうみたいな。あ、なるほどなるほどなるほど、面白いですね、うん、そうそうそう、そうですね、分かる。でも、うん、すごいすごい、言葉使い遊びって言ったらいいかな、へ、わざとその言葉使ってみる。あ、でも大切かもしれないな、面白いよ。でも、うん、あ、なんかしっくりきたみたいなワードが見つかった時に、はいはいはい、あ、こういうシチュエーションで使ってみようとか、うんうんうん、へ、わざとその俗な言葉使ってみるっていうのもありますね。わらとかね、わらわら、 LINE とかで、うん、あー、わらね、わらってつけたりとか。あ、なるほど、そうだね、ツイッターがね、はあ、つゆちゃん全部、あ、そう、あれ、あの、すごいよな、古文というか、はいはいはい、昭和ぐらいの、うんうん、正しい日本語ね、ええ、を使う、うん、あれ面白い。もう最近読めるようになってきた言ったで、セーブとかね、そうそう、もう最近読めるようになってきた、うん、あれも楽しいです。最初はちょっと遊びでやってたら、うん、あの、戻さない方がいいって言われたんで、ね、そうだね、うん、あれは、うん、なんか普通だと分かんないって言われた、もう、うん、私だって、もういいんじゃない、うん、そうだね、面白いな。でもそうだね、俺は、ね、そう、やっぱ自分が浸透したもんな、うんうんうん、そこへのリスペクトっていうことでしょ。ありますよ、ええ、で、うん、小生とか使うでしょって、うんうん、使ってますね。あれは、あれは仕事をしてた時に、うん、うちの会社の営業さんが、うん、何々殿ってまず書いて、な、うん、とかなんとかって小生はこう思いますみたいな、うん、なって、あ、小生かと思ってね、ちょっと調べた。自分で自分のことを小生って言いはしないんですよね。あ、そうなの、書き言葉なんですって。あ、なるほどね、うん、あ、なるほど、はいはいはい、なるほど。だから
小生はとは言わないけれども、うん、私はでいいんですけど、うん、書くときには小生、はいはいはい、はあ、そうだよね、うん、そう、杉尾ちゃんって、はあ、私はそうですね、うん、俺はじゃないんだよね、うんうん、確かに私は、うんうん、俺はって言いにくいな、なんか小生じゃない、うん、私、うん、私だね、うんうんうん、あんまいなくない、いないですね、私、うん、だからそういう言葉へのこだわりは強いんだなと思って、美しい日本語を話さないと、うん、あの恥ずかしい、あ、なるほどな、いいね、うん、俺日本語がろくに喋れねえかな、まあでもそういうもんだよ、ね、うん、あの、うん、すごい、形変わっていくからさ、もちろんその文字とか言葉として見るものと言葉と、うんうん、あとコミュニケーションの手段としての言葉っていうのは、はいはいはい、やっぱちょっと違うなと思うところもあるから、違います、そうね、だから伝わりやすい、それを的確に伝えるためには、うん、今の現代言葉じゃないと伝わらないものもあるし、そう、昔の表現、うん、昔のその雰囲気とか、うん、そういうの中で伝えなきゃいけないのは多分昔の言葉というか、うん、そういう文体を使わないと、微妙な質感、そう、質感が伝わらない、うん、なんツイッターはあれでいいけど、うん、LINE は普通にやってる、そうだね、まあ、独特の間あるけどなありますか、やりとりしてるとそうですかあるよ、あれも好きだな、なんかあと LINE ね、スミオスタンプね、みんな買ってください、スミオのスタンプこの間紹介してもらいまして、俺全部ダウンロードしてるもん、ありがとうございます、すごいな、イノシシ、イノシシのやつと、やり方が分かんねえよ、あれは調べてみると結構簡単、絵描けんだよね、スミオちゃんね、そう、絵は昔から好きですね、トータルでだからなんかね、俺も絵好きっすもん、やっぱ描くの、あ、ほんと、そうそうそう、昔スタジオジブリ入ろうとしてたぐらいですからあら、そんな、そうです、あら、知らなかった、そうそう、かなんか、なんか似てんだ、似てるつい、ごめんね、嫌だったらなんか、嫌じゃないですよ、それ感覚的な部分の好きなものがすごい似てるんで、うん、はいはい、なんか面白い、まあ、なんか早いんじゃない、うん、なんか、面白い、この間、なんか、いろいろお話聞いたことがあって、うん、あ、私もそう思いますって、うん、もう、なんか連呼しちゃって、いや、これは、あの、忖度して言ってるんじゃなくて、本心からそう思います、うん、はいはい、あの、断るぐらい、うん、なんか分かる、はいはい、あるよね、そういうのあります、すごい、うん、なんか、ああ、ああっていうところが多いんですよ、うん、嬉しくなった、そうだから、あるよ、うん、俺もなべさんとすみおちゃんと喋ってると、うん、早いとこあるもん、ああ、あの、なんていうの、そこまで具体的に伝えなくても、ああ、なるほど、分かってるよね、うん、みたいな、うん、感覚的に、うんうん、あるよね、話して、うん、なんとかだと思うからさ、みたいなしてるときに、うん、そうですね、みたいなさ、うん、やっぱそこ分かってるよね、うんうんうん、そう、そうなんですよね、ってなると、やっぱこうしとかないとさ、みたいな、うんうん、マインド的に前向かい向いていかないよねっていう話とかさ、そうですかね、早いよね、ええ、そう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 、あのね、分かんない人は分かんないんだよ、あの早くないのだから、あ、なるほど、なるほど、あ、そっか、ここの辺をちゃんと具体的に形になして説明しないと伝わらない人もいるんだなっていうのはある、あ、あ、確かに、うん、そうかもしれないですね、で、ほら、俺いっぱいいろんな人とコミュニケーション取る仕事でしょ、はいはいはい、あるよ、やっぱり、あ、そうか、じゃあどう伝えようみたいな、面白いですね、そうそうそう、大変だな、まあ、でもそれがい、うん、ね、まあ、面白さでもあります、そうそう、生活、うん、まあ、生活も面白いじゃん、うんうん、なんていうの、生きるために仕事しなきゃいけないっていうのも、うん、一つ僕は魅力だと思うんですよ、うんうん、はい、じゃあ、うん、その与えられた、うん、まあ、若い時はさ、うん、音楽やりたかったりしてさ、この時間無駄なんじゃないかとか思ったりするけど、うん、その時間でプラスになるように、うん、どうやって生きますかの話で、そうですね、そうそう、うん、だから、うんうんうん、どんなとこ行ってもブルース感じちゃう、楽しくなる、はいはい、みたいな話カタペドにしたじゃないですか、はいはい、あ、それがね、俺も編み出した方法の一つなんですよね、なるほど、うんうん、あ、それいいかもな、そう、いろんな人の人間関係とか見て、もちろん自分に火の粉がかかってくるのもあるけど、うんうんうん、それもトータルして、そうですね、この人はこの行動をするに至って、うん、何を思ってそれをやってしまったのかを考えると非常に面白くなった、うんうんうん、やってしまったことがどうかを、うんうん、なんていうの、断定するよりは なぜここその行動その言動になったのに至るのかを掘るっていう楽しさは言っておきたいですなるほど、ね、皆さんにこれは楽しいですね、うん、曲になるよ、なぜ曲になる、うん、なんでそんなひどいこと言うの、うん、あ、それって結構その自分の感情もコントロールしやすいような気がする、そうだね、だ、自分、そう、自分も客観的に見ないといけなくなってくるから、こうちょっと一歩引いたところから見える、そうそうそう、あ、それ言われて
イラッとした自分がいたみたいな、ちょっと待てみたいな、それに、なんて囚われちゃいかんぞみたいなさ、お、イライラとしたぞなぜだみたいな、あ、そっか、あそこがこういうふうに思ってて俺がみたいな、自分も見れるようになるし、そう、そういう楽しみ方をしてます僕は。なるほど、どうしてもこうなっちゃう、なっちゃう、やっぱり自分のことだってなっちゃう。そうだから 俺の場合こうなった時にちょっと曲にしちゃうんですよ。一曲出来上がっちゃうとそう広く見れたりします。まあだから、それがね、なんスイッチが何なのか、まあ、きっといろんな人によって違うと思う。そうそう、まずはもったいないからこの感情を曲にしてからさてっていうタイプですね。どっちかって、さて、そうか、俺の手我慢すれば曲書けるのかな、さて果たしてっていうのが、もっとどうだみたいな、もったいないぞみたいな、そうだよね、ネタが降ってきたっていうことだもんね。それはあるよね、ありがたいことです。ソングライターとしてはその感情を大事にしないとね。そうですね、本当に思うこと。あ、僕らの話やってまた読んでなかったですよ、終わってからすみおちゃんの演奏。そうだそうだ、今日はハーモニカ吹かないのかな。どなたか今日は吹きますよ、ザッキーさん、はい、今日は吹きますよ、ハードロック好きの方です。そうそうそう、この間ザッキーさん、ご挨拶、ビデオのおじさん、ハーモニカか、うさぎさん、キヨスが、うさぎさんいいね、ありがとうございます。キヨシもスミオご了承だなんだから、よくしていただいて、フォロワー多いでしょ、スミオちゃん、ね、本当に幸せもんだな。ピラボックス武田さん心地よいですね。無理ないんだよね。そうなんす、足伸ばしたくなっちゃうんだよな。そう、無理に引っ張らない、確かに。そうそう、素晴らしい。スミオの曲はそうなんすよ。そう、そっといるよね。そっといる、そっといるんだよ。そっといる、そうだから声張って、いやーっていうではない、そう、ぐわっていう感じじゃないんですよね。ではない、そっと、あ、いいんだ、俺は俺でいいんだってなる。ある、わかる、わかる、すげーわかる、気持ちいいですね。ザッキーさんがいいな、こんな夜にぴったりだって、ありがとうございます。素晴らしい。いや、よかったね、どんぐがパチ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 、さかちが知ってる、うさぎさんの話かな。さかちに話したことあるの？ちょっと話したかどうか覚えてないですけど、さかちもある、なんだろうな、しばらく前だか分からなくなっちゃうね、これ読まないと。で、池ちゃん、その文字の書き方いつも面白い。そうだね、森鴎外みたいな感じだもんね。森鴎外まで行くと古いんかもしれないけど、その書き方、明治の文豪かな。森鴎外の字はめちゃくちゃかっこいいですよ。そうなるんだ。そうそうそう、わかるよね、これちょっとそのぶってた時代があるから。そっか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 。芥川龍之介の句読点の付け方とかね。違うんだ、独特なの。句読点っていうのは点、なんとか和、そう、読み方の点。ああ、なるほどなるほど。そう、なんていうの、リズムだよね。ああああ、そこで打っちゃうんだ。なるほどなるほどなるほど。は、芥川龍之介には感じたことがある。なんかまた読んでみたくなった。ね、面白いね。なんかそう言ってたら羅生門とか読みたくなったな。だから読みづらいとかちょっと、なんて言えばいいのかな。読みづらい人は読まなくていい。頭をどういうことなんだろうって一回読み込まないと厳しいからね。なるほどな。だから本読んでダイレクトに、なんていうの、共感したりとか、ああ面白かったみたいなのを人が好きな人はちょっと読みづらいか。なるほどなるほど。そういうことか。そういうのはあるか。感動するんですね。言葉、そうだよね。だって研究してる人もいるぐらいだからさ。あ、言葉を。言葉っていうか、そうだから太宰とか、ああすごいな。その時代の文学をさ。すごいな。その方たちはそれを意識してたわけじゃなくて、自分の癖としてやってたんですかね。いや、あるんだよ、思想とかがあって。そういうことだ。世の中のそういう動きとかに一矢報い、言葉で一矢報いるんだ。素晴らしい。音楽とかがそこまでさ、今ほど多分発達もしてないだろうし、ちょっと違ったんだろうし。そうだから、なるほど、本で言っちゃえば、まあ、リズムでとかね、与えてるんだとか。そうそう、あ、面白いですね。だからすごいな、ね、文学に全てが入ってるみたいな時代。すごい、全てと言っていいのか。でもそのぐらいの影響力があった時代、ってことですよね。メディアもね、テレビもないし、そうか、そう、ラジオぐらいなもんで、ってなってくるとやっぱ文字っていうのがすごく、そういうことか、新聞とかさ、本とかが与える影響っていうのが大きい。今みたいにさ、Google 開けば画像がバンって出て、分かりやすいもんじゃないからさ。よくないですね。それを言葉でどういうふうに表現するかっていうのがやっぱ分断の人たちの
面白い、うん、あれだったんじゃないかなって僕は思いますけど、うん、ね、そうですね、どうです、僕が思うに、中原中也とかは、うん、多分今の時代だったらひょっとしたら、まあ、僕がやってるようにバンドとかやってるかもなって思ったことある。ああ、なるほどな。表現方法がそれ、うん、なんて言えばいいんだろうね、うん、しかないっていうわけではないけど、確かに選択肢的により強力な、ね、はいはいはい、武器として使えるのが言葉だったのかもしれないしね、うん、それはあるよね、うん、な、そう、面白いですね。あくまでメディアなんだよ、だから確かにな、情報を伝える手段、うんうんうん、ね、そうか、そうか、やってることは僕たちと一緒だ、変わらん、うん、なるほど、コミュニケーションの手段、うん、人に何かを伝えるための武器、うんうんうん、私はその自分の詩に、音楽がついてた方がそれが分かりやすいのかなと思う、うんうんうん、だからやってるって、ね、イメージしやすいね、うん、音楽ってそういうもんなんじゃない、だと思います、うん、そう、だからそうじゃないのを聞いちゃうとなんでやってんだろうと思うけど、うん、自分はそういう風な気持ち、はいはい、すごい分かる、すごい、あるよね、それは、うん、そう、本当だよな、もちろんみんな言葉には大事にしてるだろうけどさ、うん、歌う人は、うん、で それのこだわりが強く感じるよね、そうですね、うん、そから、うん、だって曲より一生懸命作ってる詩の方が、うん、そう、そこもそうなんですよ、スミヤもやっぱり歌詞からタイプなんですよ、前話聞いたら視線なの、そうそう、俺も歌詞からなんですけど、おなかなか合わないんですけど歌詞からっていう、はい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 、お一緒だ、そこからもちょっと嬉しかったけど、まあ、100% ではないですけど、うん、歌詞からだっつってて嬉しかったなみんな曲から書くよね、うん、でも俺も自分で曲書こうと思った時は詩先に出すから、うん、そので一応何文字何文字みたいなのを意識してその中で言い回せる言葉を選ぶみたいなのはある、ほらベーシストだからさ、はめたくなるんだよ、そういうことか、そういうことか、で繰り返しのリズムでお客さんが聴きやすかったり乗りやすかったりみたいな風にしたいみたいなのがあって、はいはいはい、あくまでこれは僕の、あの個人的なものだから、そうそうそう、押し付けるあれはないけど、いやいやいや、そうそうそう、うん、結構そうメロディーって俺の中で頭で作るものだと思ってて、しかして心で作るものだと思ってるんですけど、メロディーからやっちゃうとそこに心合わせていくのが俺は苦手なんですよね、はいはいはい、うん、なるほどね、自分の心に寄り添ったメロディーだったら頭も心も使っていけるじゃないですか、うん、そうするとズレがないというか、うんうんうん、あるよね、うん、ナムさんの歌は確かに、うん、そこはこだわってるかな、うん、あとは出た後も意識してほしいかな、なるほどなるほど、ナムさんとスミヤちゃんに出た後、出た後、うん、出すとこまではちゃんと自分のもんだって言って責任持つじゃん、はいはい、出した後、はい、受け取った人の気持ちまで組むみたいな、曲があってもいいのかなと思う、全部じゃなくていい、深いですね、うん、それは例えばどういうことなんだろう、あと俺がやってた時はだからその音のイメージとかさ、うん、この音を聞いたら、うん、何人具体的には出ないけど、うん、こういう、まあ、ベースで例えばさ、こういうリズムの時ってお客さんこういう風に揺れるよねとか、うん、この言葉を発するときっとこの人はこう捉えるだろう、なるほど、ということはな、うん、自分の中でハマる言葉はこれだけど、うん、それをちょっと形変えてもうちょっとなんていうのスッと入るようにするとか、うんうん、あ全部が全部じゃなくていいんだよ、はい、わかります、呼び水として、うん、もちろんもちろん最初そういう風にしといて、うんうん、後で確信をついていくとか、なるほどなるほど、いうこともできるのかな、うんうん、切り口としてのアイデアとしてね、はいはい、うん、そうそうそうなるほどな、でもやりきりもう自分のものだってやりきらないといけないパターンもあるし、そうですね、そう、それは、うんうんうん、難しいね、そうそうそこは難しいな、だから迎合しちゃいけないんだけど、うん、そこまで責任持つと、うん、ちょっとずつ変わってくるんだから、なるほど、長谷さんちょっとずつそうなってきてるでしょ、あ本当ですか、うん、演奏もぶっ放すだけじゃなくて、うん、あぶっ放した後の情景も思い描いて演奏したり、あ、うん、あそれはやりますね、そう曲順考えたり、うんうん、みたいなこと、うんうんうん、だって自分だけじゃ成り立たないっていうさ、そう、それはすごい、うんうん、分かるバンドだとまず仲間がいるから、うん、そこを考えるけど一人だとやっぱりやりきっちゃう、うん、パターン多いと思うんだよね、うん、もちろんそれもかっこよさの一つなんだけど、うん、っていう、あのずれてくかな、俺前住代にはちょっと話したんですけど、うん、例えば俺が歌って歌して青空って出すじゃないですか、はい、
青空ってのが出した瞬間は、うん、俺はその青空が聞く人よりも先に来てるんですよ。そうだね。なんで俺はその青空がちゃんと伝わる間というか、うん、それは意識するようにしたかなっていうのはやっぱ言われてから向こうは捉えるんです、その映像を、うん、そういうのを意識し始めた、まあね、言葉で言うと、うん、青空、うん、もう自分の中にあるんですよ、その青空の風景が。 それが青すぎるのか、はい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 、それとも淡いのか、はい、それはもう本当人それぞれでいいとは思うんですけど、ね、それを出せる間というか、うん、その好きというか、はい、時間を上げるようにする、上げるとか渡せるようには意識し始めてるかもしれないですね、うん、それは一人で弾き語りでっていうと結構難しいかもしれない部分は。そうだね、あバンドだとそのこれだったらこうだっていうのは確かにあるのかもしれないけど、うさぎさんでこうジャカジャカは弾かない。まあそうだね、確かに極端に言うとそうですよね、うんうんうん、なんかでも、難しいんだけど、うさぎとかこれに関しては、うんうんですね、だ自分のものだけじゃないっていうことかな、ね、ざっくり言うと、うん、やった時点で、うん、同じ時間を共有した時点で、うん、その人のものでもあるみたいな、はい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 、だから感じかな。スクリーンなしでスクリーンが見せれたら嬉しいかなっていうことは感じてるかな、意識してるかもしれない、結構いろいろ書いてくれてるんですよね。さあ、ガールズバー、ガールズバーの話を知ってるしたのか、ガールズバーの話したんじゃないかな、うさぎさんの。いや、ね、また行きたいな宇都宮のハンジャーガールズバーありますけどね、宇都宮のガールズバーもたまに行くんですよ。あ、そうなの、うん、意外だね。なうんと川端とかの友達で休みを、個人的な話になっちゃったけどいいの？ああまあそういう友達いるわけだ。川端とかの、の友達。はいはい、なるほど、ね、で、あのいや住みよはもうガールズバー詳しいだろうからさ、一緒に行きたいんだよとかって言われた時はちょっと心外だと思ったけど。それは違うよね。なんか使われてる感じあるよね。一人で行く勇気がないからってその言い方やめてって思うよね。そうそうそう。本当に。なるほどね。そういうのは良くないよね。開拓しろよ。行きたいなら一人も行けばいいじゃん。そうだよね。っていうね。ね、それはあるわな。そう、僕だって一人で行ったし、そんなやつつけない方がいいよみたいな。せこいせこい。行ってんな、うん。男じゃないですよ、そんなの。その日は結局一緒に行ったんですけどね。行ったんかい。優しいね。し、まあ、でも楽しみ方っていろいろあるからさ、うん、そういうの教えてあげるのも一つなんでね。ガールズバーってのは何を、お酒を飲むとか。お酒飲むんですよ。なんかまあ女の子ついてて、そうだね、おしゃべりしながら、キャバクラの、はい、もうちょっとライトな感じ。あ、なるほどな。かな。俺もガールズバー行ったことないんで、そんな感じですよ。最近出てきた言葉ですもんね。そうだ、ね、ここ10年ぐらいじゃない？あ、でも10年ぐらい経つのか。考えるな、商売やる人は。そうだね、行かないんで、本当にここの楽しみ方僕も知らないんですよ。カラオケがあるんですよ、カラオケが。ほう、僕カラオケが嫌いで、うるさいと思って言っちゃうの。言っちゃう。言っちゃうんだ、うん、ボリューム下げてきてもらえないかなって言って。あ、なるほど。だけど、下げてもらうんだけど、また歌ってる人たちが上げるんだよね。まあそうだろうな。それで、じゃあもう来ないよでなるほど、ちょっと客層が合わんと。そう、なるほど、僕とは、素晴らしい。そう、僕が来る店じゃなかったな。あ、でもそんな店ばっかりだからもうあんまり行かないです。まあそうだろうな、うん、本当に一時期ハマったぐらい、うん、高いしね、普通に飲むより。ああ、そっかそっか。そうだな、うんうん、まあ味がどうこうじゃねえよな、きっとな、うん、なるほど、うん、そう。お姉ちゃんたちも私も一杯いいとかって言ってくるから。そうだな、いいよいいよっていう。まあそりゃそうだよな。それも自分で払うの？それ私が払います。なんかね、たまたまこのお店にいますみたいな営業方法なんだよ、ね、だ桜みたいな、うん、風俗的に言うと、キャバクラとはちょっと違うみたいな。怖えな。接待するんじゃなくて、なるほど、たまたま一緒に同席して飲んでますっていう体。そうそうそう。あ、そうなんだ。そう、怖っ。そうだよね、うん、一回持ってこなきゃダメじゃないですか。だから、そうなんですよ、ちょっと法律が違うというか。なるほどな。抜け穴な。あれもそうじゃない、だって高級のお風呂もそうじゃない。そうかそうか、そうか。あれはお風呂入って、たまたまそこで知り合った人と勝手に恋愛してるだけだから、うん、あ、そういう設定なんですね。そういうことですよ。はぁ、
そういうのいっぱいあるじゃない、パチンコもそうだし。そうかそうか、ね、そう景品、たまたま交換できる、たまたま交換できるから、だから外なんだ今。そうそうそう、あたまたま交換だから、ね、それが抜け道なんすね。それを買い取ってる業者がいて、変なのあるっすよ。面白いけどな、うん、何でも行きません、あの一人では。友達と飲んでると行こうよとか言われたら、うん、じゃあ行こうかって思う時も流れでな、うんうん、それはそれで楽しい。確かにそうだ、うん、そう、なんか水差しはいかんしな、うんうん、あるよ。結構僕も楽しかったりするし、うん、もうなくなったな、飲み歩かなくなったっすよ。俺もだってライブ以外です、酒を飲みに行くってことがないっすもんね、ほとんど。本当に東京とかだとね、やっぱほら、うん、栃木は車文化じゃないですか、飲めないですよやっぱ。そっかそっか、家が遠かったりすると、俺ら遠いじゃないですか、飲めないよね。飲めないし、飲まないことが染みついちゃって、いや家帰ってビール飲みますよみたいになっちゃうじゃん。だって話せないもん俺眠くなっちゃうもんね。そう、なんかその話せないんで、いやギターありきで出し切った後の話ならできるんですけど、何も武器持たずに飲みって俺は何を喋ればいいんだろうっていう。渡辺さんの人となりよさ。まあまあまあ、そうでも全然そうだから、そうやってくれればありがたいんですけど。飲み歩いても曲書けますよ。まあまあだろうね、そうだろうけどね、いっぱい書きました。カンパリソーダとか、お花畑にようこそとかもそう。はいはい、うん、打ち上げで飲み行こうとかは好きですけどね、やっぱ、うんうん、まあ、飲み方もそれ人それぞれっていうことだな、うん、まあまあそうですよね、うん、いいと思います、うん、あでも前よりも飲まなくなったな、なんかウイスキーも飲まなくなったし。飲まないんですか？え、前すごい好きだって言って。そう、毎日のように飲んだんだけどね。飲まないんですか？必要じゃなくなった。あ、素晴らしいですね。なんだろう、猫のせいかな。わかんないけど。いや、そういう時合いますよ。でも俺も最近焼酎っすもん、うん、だからビールでちょっと飲めれば、うん、それで満足するみたいな、うんうん、別にふわって酔っ払うのがまで飲まなくなった、うん、あ、そうなんですか、うん、大人の飲み方。まあそれ相応に年取っちゃったしね。すごいな、なんか良くなっちゃった。あ、それよりもいろいろ考えてる方が楽しい。あ、明確に。なるほどね、それは必要ですね。ふわってなるのもいいけど、うん、俺寝れないぐらいになっちゃうんだよ。飲んじゃうからね。いや、考えちゃうんすよ。考えちゃう。あ、そういうことか。そう、飲まないと、はいはいはい、寝つくまで俺1、2時間普通にかかりますもん。あ、ほんと。いろいろ考えちゃって。まあでもそれの整理のためだったらね、まあ、飲みすぎなければ、まあ、そうです、飲みすぎちゃうって体壊したりとかさ。そうですね、あるじゃない。ありますね、そうなんですよ。フラフラ、フラフラ控えて。はい、いいって言ってくれる方もいっぱいいるわけだから、ね、伝え続けないと、はい、やり続けることって大事ですから、はい、ね、はい、あ、それについてちょっとあの聞きたい。お、あの自分が、まあ、悩んだり不幸せでいる時間がある方がでも曲は書けるような気がする。それはある、うん、それは、うん、それはもちろん、もちろんもちろん、うん、今なんかはなんか私結構多分落ち着いちゃってるんですよね、だいぶ。はい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 、はい、だから前のようにスラスラと曲が書けるようにはならなくなってます、ね、はあはあ、まあいいんだけど。でもそういう時は外に向けてやっていけばいいんじゃない、うん、そういう時に書き溜めた曲とかさ、うん、そうですね、気持ちよさ、曲にシンガーソングライターとしての責任が生まれてる感じは感じるけどな。そうですか、うん、作れなくなっちゃったとか作んなきゃとかそういう思うってことは。でももっと、うん、もっと破天荒に生きたかった。生きていたいと思うんだよね。あ、またこれ別に破天荒、うん、でも破天荒じゃない、うん、墨を。そうですか、思うよやっぱり。それはそのなんだこれ、個人的な飲み会みたいなの。いやいや、お伝えしてんだよ俺たち。それって多分そうかな、憧れがあるから思うことであって、多分墨、うん、を憧れてこれから音楽始める人からしたら、もっと墨をさんみたいにってそう、ね、なるもんだから、自分先頭でいればいいだけな気がする。あ、うん、書けるときは書けるだろうしね、うん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 、まあ確かにそうだけど、うん、まあ別にそんなに悩んでるわけじゃないんだけど。あ、でもね、あったよ俺も、はいはい、若い時ありました。なんか、うん、そう、なんか大人になっちゃうみたいなの
中二病みたいだけど、あでもまあ、なんつもちろんもちろん、こういうのにドキドキしなくなっちゃうのかなみたいな、あなっちゃうんだよ、うんうん、なっちゃうんだけど、うん、なっちゃったらなっちゃったで、はいはい、違うところでドキドキを探すようになるから、うん、って俺は思うかな、なるほど、ドキドキのガッチ変わってくるっていうの、はいはいはい、形というか、うん、全部ドキドキしなくても、うん、そのなんてその時にドキドキしたっていうのを、はいはい、すごくなんていうの、うんうん、そこを感じ取る能力というか、はい、それはありますね、うん、をより濃厚になんていう楽しんで、うん、他は他でみたいな、うん、時間の配分が変わるというか、はい、時間感覚は変わるかも、うん、時間感覚ですか、うん、早くなるから、うん、まあ確かに早く感じます、早くなるでしょ、年齢を追うごとに早くなるでしょ、うん、なる、なんかそれいろいろ言ってる人いるけど、うん、あれもうそんな経ったってことが多々ありますもんね、あるね、1週間あっという間じゃん、あっという間、うん、あれまた片っぺやですかみたいな、ね、何も変わってねえぞどうしようみたいなさ、はいはい、ありますね、あるよね、うん、新しいネタもねえしどうしようみたいなさ、うん、本当っすね、ねあっという間だよ、あって、あっという間、俺も最近親父が死んだんですけど、そうですよ、あ、そうそう、あっという間にね、そっか、葬儀の段取りして通夜が来て葬式やって、うん、まあ、今日も午前中親父のそういう、なんていうの、あ、そうですか、年金の、あの、なんていうの、はいはい、処理というか、市役所行ったり、はいはいはい、行ったりしてさ、うん、大変ですね、あっという間に過ぎてって、でもやらなきゃいけないこと結構あって、ね、他にも、うん、なんかそういうことなのかなと思う、追われる感覚もないんですよ、なるほど、やるべきことだから、なるほど、だからなんかスムーズにいかない方が逆にストレスになるというか、まあ、それはいつもそうなんですけど、それはあるかな、うん、でもそっか、そうかもしれないな、まあ、貴重な経験、まだちょっとそれを、うん、親父のその死生観を話すにはまだもうちょっと時間かかるかなと、はいはいはい、いや、そこはゆっくりいきましょう、ね、うんうん、でもちょっと言えるのは、はい、家っていうものを嫌顔でも感じるなって思う、お、家っていうのは、うん、個人から家、はいはい、なるほどなるほど、だからやっぱつなげてくんだなって思ってる、はあ、なるほどな、うん、俺だったけど今まで、はい、俺の部分がやっぱファミリーと一緒で、うん、あ、それだけじゃ俺が成立しないからって思った時に、あ、だから家族があって中村家があるんだなみたいな、それは分からない僕にはまだ、うん、存在するのにそれがやっぱあることによって、なんていうの、明確になるというか必然的にそうなるみたいな、確かに居場所ができるというか、それでも、いやでもそれ、ね、本当俺もまた違うかもしれないですけど、やっぱ年に1回会うか会わないかぐらいの親戚っているじゃないですか、お正月とかで、人間70年生きるとして、それ年に1回とかあと70回しか会えねえんだとか思っちゃう時ありますね、あ、うん、あ、なんか元さん会った時、ちょっともっと大切にっていうのは感じるな、身をもってこう親族のありがたさに気づくというか、うんうんうん、ね、どこが欠けても存在しないわけですからね、昔はそう、こう遠い時ばっかりみたいなふうに思ってたんだけど、うん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 、そういう時に助けてくれるっていう心強さ、うん、そうなんですよね、うん、そこにはわ、うん、非常に感じたね、何の忖度もなくですもんね、そうだって何もできないからさ、っていうのを何の見返りもなく来てくれるっていうありがたさ、うん、本当ですね、あ、これが家かと、うんうん、思います、キーキーさん出遅れた、出遅れましたね、だいぶもう終わりますね、そうですね、なんか葬式の話しだしちゃったけど、そうそうそう、でも最近はそれを思いましたかね、うん、ありがたいですよね、無償でやっぱりなんていうの、協力してくれる人がいる、それはその人に対してありがたいと思って何か返していきたいなって自然に思う、うんうん、すごい、本当に本当俺それ、うん、本当俺も本当子供ができてそれは気づいたかな、うん、何のあれもなしに自分に笑いかけて抱っこを求めてくるんですよ、はい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 、たまんないですよね、それは今後僕が味わうやつですね、そうそう、あれたまんないですよ本当に、え、こんな俺をこんなに好きでって、泣きそうだったけど俺ダメダメですねこれ、でもそうだね、はい、親だから38になるとダメですねこれ、やめようこの話、ちょっとダメだこれ、いや、じゃーってくるよね、泣いちゃう、本当にだからそれが家なんすわ、そうですよ、なんつーの、それと真逆のことを今僕はやってるような気がする、まあでもそれがないと、うん、そうなのよ、うん、家、うん、本当ですね、うん、本当にそこがあるから思いっきり感謝できるっていう、あるよね、戦いに行けるし、そうそうそう、うん、実はそう、住夫の後ろに住夫がこうやって今戦えてるところに、うん、見えない、今見えてない、うん、
ものすごいバックボーンがいるわけ。バックボーンがいますね。それになんか30を超えて、それが見えてくるわけよ。なんかと泣いちゃうぐらい。そうなんですよ。ね、ダメですね。本当に良くない。バックボーンってそのいわゆる川澄家みたいな。川澄家。いや私川澄って言うんですけど、あ出ちゃった川澄。言っちゃうのかよ。だその いわゆる川澄家が見えてくる。川澄家じゃないのかな。川澄家もそうだし。なんだ家族もそうなんだけど、まあ、家族がよりそれを感じるんだけど、うん、なんで義理人情っていうか、うん、っていう、はいはい、いや本当にありがとうございますっていう感じ、うん、本当に、うん、いやそんなすげえ大変なのに、うん、わざわざっていう、あそうですか、うん、中村家、まあ、一応おじの付き合いがあってのために時間を割いて、うん、ね、うん、お別れに来てくれる、あうん、そのありがたさっていうの、うん、僕は感じたのよ。そうなんだ。だからもう心からありがとうございますという生前お世話になりましたって言えるっていう感じ。伊代さんも分かるんだろうな。その家族が難しい状況になっている方もいらっしゃるから、うんうん、一概にそうとは言えないんだろうけど、そうですね、まあ、うちはこうかこうか、うん、あの非常に親父もなんていうのすごい家族のそういうつながりとか大事にしてた人だったし、うんうん、なんかそれを見たなみたいな、親父はそれを作ってたんだなみたいな、はい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 、はーって、はいはい、わすげーって思ったの、うん、はーそうですよね、あのいなくなっちゃったけど改めて尊敬 し直したというか、あーすげーだなやっぱって思った。あーそっか、あーそうなんだ。今まで感じたことなかった、それは見えてなかった。そっかそっか、親父が死んだらやっぱ今うるせえなこいつって思うけどな。そうそう思うんでしょうね。もうね病気だったからさ、うん、半分介護じゃないけど、うん、なんでこういうことするんだよって、はいはい、後半ほんとイライラしてたんですけどいなくなってね、あーってなった。あーうわーそうかと。また違うんだろうな今感じてる俺の感謝とそれはまた違うもんな。また違う、うん、あ虚勢が落ちたって。あーはーはーはーすごいな。したじゃあしょうがなきゃ俺らの代をもうっていう感じ。なるほど。そうか、おへしょってくれたんだって感じ。そうかそうか。気づけてなかった。そうか。まあいなくならなきゃわからないですね。そういうこと。うん、本当ですね。特に田舎だからうちの方って、その周りの周り近所の付き合い方とかさ、なんかそういうのは教わったよ。ありがとうって言いたい。親父ありがとう。まだ親友くんちだから前だからその辺にいると思うんだよ、ね、そういますね、うん、間違いない。そうなんですね。いるいる、うん、いやいやいや、そっか、じゃあそういう瞬間がきっと私にも来るのか。来ると思うよ、うん、分かんない。俺は親父で来たけどもしかしたら違う人で来るかもしれないし、あ、うん、面白いですね。面白いです。面白いって言っちゃうあれですけど、うん、いや面白かったよ。素晴らしいですね、うん、別れだったけど、うんうん、悲しみよりは、うん、なんかそういうありがたさの方が多かった。あ、もちろんいなくなっちゃってあいろんな人の顔見たり、うん、ありがたいグーってなったけど、うんうん、悲しみよりは それが見えてよかったなと思った。いい葬式送れたんじゃないかそうですか、すいません、なんかこれ葬式でした。いや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 、そういうのもあんだなと思って。これキーキーさん、スミオの知り合いなんじゃないの？スミオさん、こんばんは、こんばんは、こんばんはって3回ぐらいって。あ、そうですか、こんばんは。はい、こんばんは。キーキーさん、多分お会いしたことはないと思います。あ、ほんと、すごいな、ぜひキーキーさん、スミオ応援してください、ね、さあ、おいや葬式の話して、締めっぽくなっちゃったけど。何を言ってるんですか。ここら辺で、うん、あね、そろそろやりましょうよ。2時間経ちましたし、ね、そうだ、あ早かったな、今日も、うんうん、今日はね、うん、なんか、はい、なべさんのやる曲にそうです、スミオがハープを入れると。そう、そのレコーディングでもやってもらおうと思ってるんですよ。おそう、スミオ、スミオさんか。そう、あら、そうなんです。このフィーリングの合う男を逃したらダメだという自分の直感がそうさせてることで、で、スミオがハープ吹くんだったら俺ちょっとベース弾いたいかも、はい、ちょっと弾いてみたいかも。ちょっと面白い、ちょっと今日コラボレーションか、やりましょう。で本当に何もやってないんだよね、今ね。何もやってないですね。開始10分押したのって実は、うんうん、
じゃあやるわみたいな、ね、そそくさと準備をしたからちょっと押しちゃったみたいな、そうですね、うんうん、なんで良くなるか悪くなるか、はいはいはい、分かりません、分かりませんよ、はい、なんでこれから僕も行動を教わりますから、はい、そうですね。じゃあそのうちに私は行動をちょっと言います。フラットなピースだから、改めまして皆さんこんばんは。つなぎ始めるなんか音楽の配信っぽい感じになってきましたね。これやった俺一回やりました。そうか、でサビが C からで D G こうやって目の前で見るのも面白いもんですね。だったり感想だったりはサビのコードでいく感じです。はい、1番から2番のつなぎはイントロ感想なしで、で2番マイナーあんでしょ、マイナーはこの歌はないです。ないですね、はい、はい、いけそう、やったことあんだこれ。そうです。どこで墨入るんですか。感想です。感想ですか。はい、墨をに任せてます。それはまあここだっていうところで入るんで。なるほどなるほど、はい、よしよし。あ、じゃあつなぎますか。こうやってくねくねしてる。今日はごめんごめんごめん菊池、ごめんごめん、入れてなかった。聞いてる人がびっくりしちゃったかもしれない。皆さんごめんなさい、すいません。急にバツッと。え、それどういう風に聞こえるのかな。あ、そっちですごい爆音だと思う。ボーン、うわごめんなさい、ほんとごめんなさい、びっくりしちゃったな。ほんと、ほらびっくりしちゃったな。ほんとそうですよ。おーおーおーはーほーおーおー、こういうちょっとお座敷形式ちょっときついんだよな僕。ごめん。じゃあ、ほほほ、キャン、これマイク来てる。ほほほほほ、あ、来た来た。ほほほ。それでは行ってみますか。どうなることやら面白いですね。じゃあ最後の曲は。渡辺ファミリー with 中村 with 住代でフラットなピースをやらせていただきたいと思います。今日も2時間ありがとうございました。何が正しいのか、何が間違いなのか、答えは何にもわからない、わからないだろう。僕は正しいのか、僕は間違いなのか、答えは君にはわからない、わからないだろう。ただ言えることは僕が僕を信じて歩いている。道でも僕が僕を信じ歩いていたろう。真っ暗闇だって目をつむらなきゃ星が光ってんだろう。ただ言いたいことはフラットにピースをもっと、yeah、夢を叶えるため
君を裏切り泣くのか、君と笑っていたくてよ、夢を諦めなくのか、それとも何も失わず夢が叶うのか、痛みも知らずに誰かを救うたがるのか、答えは何だろう。信じ笑っていれ、それだろう。真似ばっかして気がつきゃ灰になっていたなんて嫌だろう。ただ言いたいことは、人生はてめえのもんだろうがよ。ただ言えることは、僕が僕を信じて歩いていたろう。ぬかるんだ道でも僕が僕を信じ歩いていたろう。真っ暗闇だって目をつむらなきゃ星は光ってんだよ。ただ言いたいことは、フラットにピースをもっと、好き嫌い過去未来悲しい方ほど、まあ、ちょっとやっちゃったけど、いやいやいや、楽しかったね。楽しかった。すみちゃんいいじゃん。バッチリバッチリのところで入ってきてくれるな。もうこれだな。これですね。これでいこう、すみよ。今のタイミングバッチリ。まあ、このまま録音しちゃえばよかったな。来てって思った。来てって思ったら来たな。いやいや素晴らしい。いやいやいや、もうその時のやっぱフィーリングでいこう。それが一番だわ。いやいい、抜きます。いやありがとうございました。いや前回よりベースをすごいなんか体内に入れられた。余計なのは走りました。いやいや、でも、まあ、大事なとこだけ。さすが A メロのとこ の, あの止めるとことかやばいですね。聞いてますからね。自画自賛ですね。いやまだこれでやりきっちゃいけないんだよ、ね。まあまあそうだね、この一発ドンの、はいはい、リハもなしの、いやいい、この一発ドンのなんかよくここまで、うん、ね、ヒリヒリ感、うん、もう気持ち入ったな今日は。なんか完成度っていうよりは楽しさだよね、うん、そうですね、ミュージシャンの楽しさが出ちゃったね、はいはい、出ちゃった、ほんと出ちゃった。いやもう OK でしょこれで、ね、みんな、うん、ありがたい。いやいやいや、皆さん
ですね。ここは謙虚に行こうね。俺たちは楽しかったけどさ。そうですね、うん、形にするってのはまたちょっと違う話だから。そうですね、ね、まあでも、うん、ミュージシャンが楽しんでる姿を見るっていうのはまた一つ一興かな。今日も眠れないな、これ今日も眠れないな、みーちゃん。いや、川くんが起きたね。あー、かっこいい、やっぱり。音楽ってやらないね。わかってるね、わかってるな、楽しかったね。スミをわかってるな、よかったね。いいな、よかった。今、同じ風景を見てた、みんなで、本当に。いや、素晴らしい。時間芸術っていいですね、ですよ、本当に。うん、今日のこの演奏はこの3人じゃないと、うん、できない、できないし、うんうん、楽しめなかったんですよね。いやー、楽しかったね。楽しかった、あー、楽しかった、楽しかった、楽しかった。皆さん、これ、うん、ね、お酒飲めるかどうか分かりませんが、そうですね、僕らはきっと帰って、はい、各々の家で、うん、今日のことを思い出して、あー、楽しかったなって酒飲むと思うんで、ジョッキで飲んじゃいます、ね、本当に。まあ、時間も時間ですしね。そうですね、あんま深くならないうちに、はい、今日はお開きということで、うん、そうですね、今日は来てよかったですね。あ、嬉しい、またやろうよ、はい、ぜひ、ね、やろう、うん、本当に、うん、住みようと、まあ、やっぱいろんな人入れてフレッシュな感覚でやっていきたいんで、うん、住みようともやると思う。そうですね、ね、大森くんも楽しかった、坂地も楽しかったしね、うん、本当に、いろんな化学変化がやっぱ起こってくんで、片っぺはこれゲストないとダメな番組だね、本当、それによってやっぱ自分という個性にも気づかされるし、そこなんだよ、ね、うん、あ、俺これが言いたいんだみたいなのがやっぱり浮き彫りになる、うんうんうん、はいはい、面白いですね、非常に良質ななんか時間を過ごさせていただいてるね、うん、本当ですね、本当皆さん、本当見てくれ、人がいなかったら成立しないわけです。本当です、そして本当です、このやり取りも面白いしね、面白いような、うん、いやー、うん、楽しかった、うん、楽しかったですね。最後にじゃあ、うん、ね、チャットだけ読ませてもらって。そうですね、ちょっとだけ、あ、どっからだ本当そうですね、あ、家族の話した時かな、こうか、うん、告知しましょう、告知、うん、しましょうよ、なんかあったあの6月のあのデイブレイクと、あ、デイブレイク、はい、あ、そうです、今週末、はいはいはい、5月30日に、はいはいはい、デイブレイクの11、はいはい、を、うちのお店で配信と、限定有観客、はい、42名まではお店入れますので、うん、それはライブですか、ライブです、ライブイベント、出演がウーさん、お、ウーさん、ウーさん、ウーさん、うだいの後輩、そう、お、ハードルは初めて、ハードルは初めて、お、ウーさんが2人でどうやらアコギとカホンかな、ジャンベかな、なんかそういう編成でやってくれると、僕もちょっと見たことないんで、うんうん、ウーさんすごい楽しみなんですけど、おお、はい、と、うん、地元からクランチライン、はい、クランチライン来たね、うん、クランチライン、僕あの人たち知らないんだよな、知らない、クランチライン遊び来たら、仲良くなって帰ってるね、どうなんだろう、仲良くなれるかな、だーやだよ、音楽やってんの、だーどっかどっか繋がって、そうですか、だーだー、うん、で、うん、群馬からお、ゲート、ゲート、この僕まだ見拝見してないんで、もう良さそうじゃないですか、ゲートでね、じゃあのロゴがかっけえですよ、なんか鳥みたいなの、好きそうっすね、ちょっと好きじゃん、好きそうっすね、おわってちょっといい匂いしてる、なるほどなるほど、ゲート、はい、の3組を、そう、その扉をこう開いてほしい、そうだね、そうですね、うん、パカッと、だからうちらも扉を開いて受け入れたいよね、あ、素晴らしいですね、そうそう、っていうつもりでこのイベントやりますんで、うん、はい、はい、ぜひ、あ、その3組、その3組です、うん、はい、このもうチケットは発売しますんで、ツイキャスで、うんうん、買ってもらえたらぜひと思います。うん、これ概要欄に菊池君貼ってくれてるのかな、これからあります、はい、ります、これからありますんで、もし、はい、気になった方は菊池君がパッとこう、うん、あのツイキャスの URL をきっと貼っていただけると思うので、そこから飛んでいただければ、そうですね、クランチラインね、頑張ってますんで、本当、宇都宮から、ね、うん、動いてるバンドで、うん、最近レコーディングなんかもしてて、ボーカルの声が俺が好きだな、非常にバンドアンサンブルが固まってきてはいるんじゃないかというところで、耳に、そう、楽しみにしたよね、耳に張り付く声してるんだよな、うん、本当に、ちゅうことで、うん、まあ、あとは、はい、うん、なかなかちょっと、はい、こん、あのイベントごとが、うん、僕がちょっとスランプに陥ってまして、いやいや、いろいろと組めてないんですけど、でも、うん、全力で今後もイベント組んできますので、はい、チェックしていただけたらと、はいはい、と、まあ、あとは6月19日に、はいはい、うちの、うん、ファンタジーインカンパニーの、代表取締役、村井正夫が、はい、
ワンマンライブをね、お、来た来た、宇都宮文化会館小ホールで6月19日に執り行いますので、うんうん、ぜひ、ぜひお時間あるかと方いらっしゃいましたら、ね、ぜひ見に来ていただきたいなと、ね、チケットの方はどういうふうに、チケットの方は、はい、E プラスとか、E プラス、そういう、なんていうんですか、うん、コンビニみたいな、そう、コンビニみたいなところでちょっと買えないんですよ、うん、ああなるほどなるほど、はい、あのうちの店に来ていただいて1000円ですんで1000円、はい、お得、ええ、簡単に言っていただければ、はい、社長がこそこそっと出てきてチケットを渡してくれますんで、はい、ぜひ、はい、ね、6月重要な企画だったりしますんで、僕あんまりかかってきてないんですけどいやでもここになって、ね、まあ、僕ができることは宣伝と券売に関しての協力なんじゃないかというところで全力で応援させてもらってます、はい、で6月6日に、はい、また社長が実は宮良寺に出る、ほう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 、はい、それも決定しますので、なるほどなるほど、はい、社長がですか、そう、時間ある方いらっしゃいましたら、うん、6月3日日曜日の、うん、昨日僕らが出た宮良寺の音楽の時間、はいはいはい、8時から10時、6月3日土曜日、あ、日曜日の、うん、20時から22時の2時間で、たっぷり、うちの村井正夫が出て、うん、稲葉さんとやり合いますんで、いいですね、ぜひチェックしていただけたらと思います、はい、はい、ということで、はい、こんなもんですか、こんなもんですか、菊池くん、こんなもんですかね、はい、でブラックスもセミファイナルを勝ち抜きまして、はい、はい、はい、ブラックスですね、はい、ファイナル、はい、あ、そうだそうだそうだそうなんですよ、そうだ、言いたいことがあって、おお、僕サッカー好きなんですよ、はいはい、AC ミランっていうチームがずっと好きで、AC ミラン、はいはいはい、名門ですね、本田圭佑っていう人がいたことが、はいはいはい、そうですね、その前からずっと好きだった AC ミランなんですが、今年リーグで2位になりまして、ええ、8年ぶりにチャンピオンズリーグに出る、お、日本に来るんだ、日本には来ない、日本じゃねえか、チャンピオンズリーグ、ヨーロッパのチャンピオンズリーグ、はい、それに8年ぶりに出ることになって、え、ミラン出てなかった今まで、全然出てないですよ、そっか、全然勝てなくなっちゃってたんです、ユーベと、ユーベとかインテルとか、とか、そこら辺か、だいぶ離れちゃったからな、それはミランがようやく戻ってきた、シェフチェンコとかいったとこだよね、そうです、シェフチェンコ、ね、インザーギとか、インザーギとか、そうそうそう、いや、いい時代があったんですよ、シミラン、あ、ウィリーやりて、ウィリーやりて、ウィリーやったところ、そうそうそう、フィリッポ・インザーギ ね、そうです、いましたね、いいですね、これまた長くなるぞ、いいですね、今曲はこうやって締めるんだそう、まあそれが出て嬉しいと、そうですね、あとディランが今日お誕生日、あ、今日ボビー・ディランの誕生日、おあら、そう、80歳になられたということで、おめでとうございますおめでとうございます見た目もディラン見たくなってきてそうですね、もうディランですね、目指してんのかな、一歩手前って感じですか、ちょっと、なりもね、いいですね、意識してんのかな、ちょっと、あ、最初はシャツを着てさ、あ、ディランこんな格好してたかな、なんかまあ、ディランじゃないんだけど、ジョン・レノンがこんな格好してたよね、あ、してましたね、ソロの、イマジンの頃、素晴らしい、まあ、ドイツ軍だ、ね、そうなんですいいじゃないですか、まあ、ちゅうことで、はい、はい、今日6月24の片ペアは、はい、今日はこの辺でね、はい、お開きということをやっていただきます、はいはい、ではご視聴いただいて皆さんありがとうございました、ごめんなさい、片ペア